皆さん、こんにちは。司法試験2022年度入門講座本論編民法第1回目始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。全体構造編受けていただいた方多いと思うんですけど、今日から民法が開講です。で、民法なんですが、これ発送されていると思うんですが、基本的にこのオリジナルレジュメ、民法相続物件というやつを使っていきます。で、途中で債権ってものに切り替わりますけど、しばらくはこの相続物件です。で、これは、メインで使うのでお持ちください。で、この他に6法、これ学習用の6法もお持ちください。たくさん条文引きます。司法試験総合職に出る法律っていうのは法解釈っていうもので、既存の法律の条文が条文をもとにしていろんな議論を展開するので6本お持ちください。で、あとセブンサミットって教材があります。これすごく分厚いテキストです。で、このセブンサミットに沿って講義は本当はしていきたいんですけど、これめちゃくちゃ量多いんですね。なので、これは基本的には講義では使いません。講義で使うって言った時だけ持ってきていただければ結構です。じゃあ、これ何のためにあるかというと、レジュメはね、エッセンスしか書いてないんですよ。で、詳しく調べたいなって時用にこれはあるので、何か突っ込んでいろいろ調べたい時はぜひこれ使ってください。あと、司法試験も総合試験も担当と論文ってあるんですけど、基本的にこの講義では論文の知識を中心にやっていくんですね。で、担当の知識ももちろんやるんですけど、すっごい細かいことは入門講座では取り扱えないんです。その場合はこっちにしか書いてないこともありますので、細かいことを調べるにも使ってください。で、あとこれ収録講義になりますので、ご質問ある方は、講義終了後にお願いします。ということで、早速やっていきましょう。このね、レジュメを見てください。で、パッと開くと目次がいろいろあるんですけど、1ページ目、ここからやっていきましょう。第一編民法相続第一章試験の主体で、まずね、わけわかんない言葉出てきますね。試験って書いてるけど、これ私の権利で、要するに公じゃないってことですね。例えば誰かにお金を返せとか、そういうのって個人間の話ですよね。まあ、そういった権利を扱うんだなぐらいでいいです、最初は。で、第一節、権利能力、意思能力、行為能力で、まずはこの3つの能力ですね。これどういう言葉かを理解していきましょう。1、権利能力、括弧1、意味。権利能力って何かというと、まず権利能力って言葉は頭の片隅に入れておいてください。まあ、覚えるというよりはそのうち覚えます。これはよく出てくるので。で、この権利能力ってのはね、司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格を言います。で、このキーワードに関しては定義を覚えるというよりはイメージをつけられるようにしてください。権利能力ってどういうものか、これ何かというと、法律上の司法上ってのは民法とかのことですよね。司法って民法とかの権利を持てる、あるいは義務を負ったりできる地位資格のことを言います。で、ここでもうくじけそうになるわけですよ。で、なんでくじけそうになるかというと、これ皆さん当たり前だと思いません？だって大人になったら土地を持てる、ちゃんとね、土地を買ったら土地を持てる、これを法律的には土地の所有権を取得するっていうんですね。当たり前じゃないですか、権利あるので。お金借りたら返さなきゃいけない、義務が出るのは当たり前じゃね。当たり前じゃない時代を想定すると分かりやすい。権利能力がない人っていうのが昔いました。奴隷と言われるものです。つまり奴隷は権利能力なくて、奴隷じゃない市民は権利能力を持ってた。昔は区別されてたからこういった概念があるんですね。で、今は奴隷制度なんかもちろんね、あるっていう人もいるんだけど、一応法律上は廃止されているので、権利能力は全ての人にあると言います。だからこれ逆に言うと、全ての人は財産を持てる、これが権利能力っていう意味です。いいでしょうか。要するに財産を持つ能力がある、義務を負ったりする能力がある、それを権利能力と言います。じゃあ権利能力の式、じゃあいつから人で、我々の人のことを生身の人なんで自然人と言います。で、自然人の対義語は
これ後でやりますけど、法人と言います。法人って会社みたいなものです。会社みたいな団体じゃなくて、今からやるのは自然人、我々みたいな生身の人間のことを言います。で、法人じゃなくて今自然人の話してる。いつから人、自然人は権利能力を得るかという問題について考えていきましょう。で、レジュメに戻りますけど、矢印の主義で出生時から、これは法律で決まってます。で、これね、条文です。民法の3条を引いてください。で、これからね、民法の条文バンバン引きますので、民法は開いてね、六法閉じずに開いて机の上に置いておくと便利です。民法3条1項ですね。3条1項はこう書いています。試験の共有は出生に始まる。あ、試験を持つことは出生からなんだ。ということは権利能力は出生から始まると読めますよね、この条文。そういうことになります。で、ちょっと補足、レジュメこう書いてます。3って書いて、1って書いてますね。これね、略語なんですよ。で、実は本当に正式に書くと3条1項ということになります。で、これを略するとこんな書き方になります。で、右側は略語なんですけど、本とかでは広く使われている書き方です。私のレジュメもこれで書いてます。ただ正式なのは左側の3条1項なので、論文で書くときはこっちの書き方を使ってください。まあ、実際こっち書いて減点されるかというとおそらくされないんだけど、一応正式な作法は左側になります。いいでしょうか。じゃあ出生時からっていつか、これ一応論点になってるんですね。で、これ私のガイダンス出席された方は分かると思いますけど、まあ母体から、お母さんのお腹の中から赤ちゃんって出てきますけど、ちょっとでも出てきたら出生なのか、全部出てきたら出生なのかって論点があります。で、これ論点なんだけど、そこまで重要じゃないですね、いろんな論点あるから。なのでレジュメではもう簡単に結論だけ、この出生時からっていうのは一応いろんな解釈はあるんだけど、母体から全部露出したとき、民法では公開されています。で、理由としては基準の明確性で、これね、すごくコンパクトに書いてるんだけど、これをもうちょっと丁寧に説明すると、一部露出だとどこまで露出したかで判断するかがよくわからないから、全部露出で決めた方が基準が明確なんだという意味です。で、皆様方はね、ぜひね、これ自分で講義復習するときに説明できるようになっていると、これも最高です。よく言いますよね、人に教えるのが最高の勉強だみたいな。だから講義の復習のときはね、一番理想形はレジュメを見てって自分でこう解説できるようになっているのが理想です。自分で解説できるっていうのはもう完全に理解できているってことなんです。ぐたぐた申し上げましたけど、出生時から、条文だけからは明らかではないんだけど、母体から全部露出した時と解されている。理由としては基準の明確性です。でね、民法はそうなんですけど、刑法では違います。ここに書いてる通り、刑法では一部露出説が判例なんです。刑法では母体から少しでも、まあ、通常は頭から出てくることが多いと思いますけど、頭の先が出ただけで刑法上は人と扱われます。で、ポカーンとしてる人もいるんで若干解説しておきますね。刑法の世界では母体から生まれるか生まれないかで、その人をね、殺害すると罪が変わるんですよ。ちょっと見ておきましょうか。刑法の199条というのを引いてください。
刑法199条、人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。生まれてきた、もう刑法上人間の人を殺すと最高刑死刑という重い刑罰が科せられます。一方で母体の中にいる胎児を殺害したらどうなるかと言いますと、これね、215条を見てください。これ堕胎の罪っていうものになるんですね。215条1個、女子の嘱託を受けないでまたはその承諾を得ないで堕胎させた者は6月以上7年以下の懲役に処する。でもね、お母さんのお腹の中からわずかでも出てきた人を殺したらやっぱりこれ殺人にしたいっていう価値判断があるから刑法では一部露出が判例になります。まあ今はねちょっと脱線余談だったんですけど、刑法と民法で解釈が違うということです。で、今日ね最初なんで少し丁寧にいきますと、なんで民法と刑法で解釈が違うかっていうと、これ法律の目的が違うんですね。民法っていうのは結局のところ人と人とのトラブルをすっごい語弊を恐れずにとお金で解決する、そういったものなんですね。基本的にはお金なんです。で、刑法っていうのは本当に許せないものを犯罪として処罰するって目的が違うので解釈も違ってきます。いいでしょうか。じゃあ次ね、で民法の世界に戻ります。ただし次の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされます。あのお母さんのお腹になる中にいると権利能力ないはずなのに、この3つの場合だけは権利能力があるものとして扱われる。まず不法行為に基づく損害賠償請求、721条、民法ですね、民法721条をご覧ください。胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなす、まあ書いてますよね。で次、丸2、相続です。これは886条見てください。886条、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす、まあ似たような条文ありますよね。で3、遺贈、これ遺贈っていうのは何かっていうと法定相続人以外に財産を与えるイメージ、これ以外もある。これ何言ってるかというと、あの親が亡くなった時子供が親の財産を相続しますっていうのは聞いたことあるかもしれません。で大抵ねこれ親族が相続しますよね、親の遺産っての。でこれ全然関係ない赤の他人にもあげられるんですよ、遺言で。それが遺贈と言われるもののイメージです。とりあえず今これでいいです。全然関係ない人に死んだ後に財産を与えるのが遺贈。で、これが965条です。で、第886条および891条の規定は受遺者、これ財産をもらう方ね、遺贈で財産をもらう方の受遺者について準用する。でさっき886条出てきましたね、886条を見てください。胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす。で今日もね最初だから丁寧にやっとくと、965条で886条が受遺者について準用されるってことは886条1個こう読み替えるわけです。今からね886条1個読み替えていますよ。胎児は遺贈についてはすでに生まれたものとみなすって読み替えるってことです。そういうことになります。いいでしょうか。じゃあこの3つはすでに生まれたものとみなされます。ただね1個、まあちょっとマニアックな担当の論点なんですけど、中現行法上胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しないので、胎児中は権利能力はないが
出生すると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱われる。これが停止条件説で判例です。でどうです、皆さん、そろそろ嫌になってきましたね。で民法の教科書独学で読んでいくとね、こういう記述がねつらーっと並んでいくんですよ。でなんで分かんないかというと、これ具体例ないからなんですね。大丈夫です、ページめくってください。で皆様方がやるときやることはね、まずねこれなんですよ。この具体例をなんとなく理解できれば今日は OK です。さっきの部分ってね、あの条文965条とかあった通り、先のこともリンクしてるのですごく分かりにくい。なのでまずこれ見ましょう。 AO は B 女と婚姻をし X を解体した。具体的な名前使わないで A とか B とか使うことが多いです。でしかし X が出生する前に AO は Y がよそ見運転をした車にはねられ死亡してしまった。まずここまで図を書いていきましょう。で家系図みたいな感じで書いていくと、 AO と B 女が婚姻をしています。で X が解体してるんです。これまだ B 女のお腹の中にいるんで括弧に入れときましょう。胎児なんですね。ところがですね、交通事故で Y がよそ見運転してるから Y が悪いですね。で Y の過失によって栄養がなくなってしまったっていう案件です。で全体構造編出られた方分かりますけど、交通事故の被害者は加害者に対して民法何条で損害賠償請求できますか。これ全体構造編で出てきた、まあ、レジュメにも書いてますけど709条なんですね。レジュメにここに書いてる通り、 A は Y に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有する709条です。709条も引いておきましょう。709条です。709条しょっちゅう出てきます。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を。でこの抽象的な条文に具体的な事実を当てはめて読んでいくと、さっきのねこの Y っていうのは過失によって他人 A の権利いや法律上保護される利益、 A の身体ですねとか生命を侵害してるからこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。逆に言うと A は、まあ、即死の場合がどうかっていう議論はあるんですけど、ちょっと細かいこと置いといて、 A さんね1日ぐらい生きていて亡くなったとしましょう。生きてる間に Y に709条に基づいて損害賠償請求権を持つんですよ。これ709条に基づいて持ちます。でね、レジュメの続きにもあるけど、これ権利なんですね。で権利は A さんが亡くなると配偶者と子供が相続できます。で B さんは当然相続するんだけど、 X は生まれてないんだけど相続はできるんですね。それが胎児でもすでに生まれたものとみなされるって886条の意味になります。いいですか。
ゆっくりいきますよ。 X は胎児で本当は権利持てないのに、相続に関しては生まれたものとみなされるから、まだ生まれてなくてもこの請求権を相続できます。なのでこれを胎児 X は相続して、これ Y に請求できるってことになります。これが相続の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされる意味です。いいでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあもう一個いきますよ。ちょっとレジュメに戻りますね。で、 A が死亡したため、その債権、損害賠償請求権というのは人に対する権利なので、債権という概念でまとめられます。これそのうち出てきますので、今はさらっと流してください。で、その債権は B 女と X が相続します。で、せっかく出てきたんで、条文も引いておきましょうか。890条。非相続人の配偶者は常に相続人となる。今ここまででいいです。配偶者である B 女は A 女の財産を相続できる。でもう一個、子供は X は887条、これも非相続人の子は相続人となるってとこだけ見とけばいいです。子供も相続人となる、だから X も相続できるってことです。じゃあ次ね、ちょっと難しいんだけど、また子 X は Y に対し固有の慰謝料請求、子として親を失った精神的苦痛の慰謝料を請求できる権利を有する。711条を見てください。他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても損害の賠償をしなければならない。でね、今 100% 理解する必要は全くありません。これ不法行為ってところでちゃんとやるんで。で、今分かってほしいのは何かというと、これね、A 夫さんの損害賠償ってのは、まず A 夫さん跳ねられて苦しいですね。その苦しみをお金で償うのとか、あと A 夫さんがあと30年3億稼げたのにみたいな、その損害賠償請求権を X は相続するんです。で、あくまでこの権利は A 夫さんの苦しみの損害賠償だと思ってください。で、それと別にね、これ X 自身も苦しくないですか。だって親亡くなってるんですよ。親が亡くなったら子供自身の苦しみもあって、それは別なんですよ。だからこの A 夫の損害賠償請求権相続したものと、もう一個711条で自分自身の固有の苦しみも損害賠償請求できます。そしてこれね、胎児はすでに生まれたものとみなすって条文が違うんですよ。711の場合はプラス721なんですね。で、これは709条を相続したから886条、こういうことになります。ちょっとね、この辺苦しいんですけど、皆様方ね、一番難しい、日本で一番難しい法律の試験を受けるんで、この辺ちょっと頑張りましょう。条文が違うんですね。で、こっちはあくまで相続なんだから886条を使って、こっちはもともと自分自身の不法行為の損害賠償請求だから721条で生まれたものとみなされるということになります。いいでしょうか。まずじゃあここまでいいですか。胎児が生まれたものとみなされるというのはこういう意味です。じゃあ次のステージに行きますよ。じゃあね、次は現実問題として X は生まれる前にこれ請求できるのかって問題があります。
や請求できるっていうのはあのね、民法で請求できるって言った時は裁判で請求できるの意味だと思った方がいいです。強制的に請求できるかって話。これ要するに X が生まれてない間は誰かが X の代わりに裁判を起こさなきゃいけないですよね。どちらにせよそれできるのかって話なんだけど、それはできないんですよ。見てください。ここしかし現実に請求できるのは X が出生した後です。つまり胎児の場合は抽象的に権利は持ってるんだけど、現実に請求できるのは出生した後。その場合お母さんである B が X を代理して代わりに請求します。でここの最後の2行、これを法律的に言うと1ページに戻って下から3行、これなんです。現行法上胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しないので、ちょっと簡単に言うと要するに胎児の時は代わりに請求できる制度がないから X は生まれる前は請求できない。じゃあどう考えるかというと、胎児中は権利能力はないんだけど、出生すると生まれると胎児の時に遡って昔から権利能力があったものとして扱われるって説明をするんです。でここがねすごく嫌な人いるんですよ。え結局どういうことって話でしょ。でも法律上って最初から権利能力ありますよってのと、生まれたら遡って権利能力が発生しますが違うんですよ。どういう場合かっていうと、悲しい話ですけど、あの胎児が死産した時、これどうですか。これ死産した場合は結局胎児ってのは権利がなかったことになります。生まれるとお母さんのお腹の中にいた時代も権利を取得できるって意味なんですね。難しく言うとこうなります。で初っ端から大変な論点出てきましたけど、これが総合職司法試験レベルなんですよ。すっごい細かいです。でもこの細かいところを抑えないと試験には受かんないし、そのうちね慣れてきます。だってこれね分かりにくいのは、法律が分かりにくいのもそうなんだけど、いっぱい後で習う単語が出てくるんですよ。例えばここの停止条件なんかもこの民法の講義の5回目ぐらいで出てきます。なので今完璧に理解できなくてよくて、2ページ目のこのケースを見て、あなんとなくこんなこと言ってるんだなと想像できれば十分です。そのうちどんどん分かってきます。ということで気を取り直して先行きましょう。で括弧3、権利能力の周期で、死亡時に権利能力が消滅します。でその場合はその亡くなった人の財産は相続の問題、子供とかが受け継ぐ相続の問題になってきます。でね、今は奴隷制度ないので権利能力はどっちかというと、例えば脳死って聞いたことありますね。脳死だと心臓移植できるのか、脳死の時はどうなるのかとか、そっちの議論なんです。で法律上は、三長構説が維持されてます。でこれ心臓拍大停止、呼吸停止、瞳孔散大、対抗反射停止をもって死亡と解する。これ詳しく覚える必要ないですよ。三長構説が取られてるんだな、ふーんって感じでいいですよ。で臓器移植法っていうのがあるんですけど、これは移植の場面に限って脳死したものを死体として取り扱えるとしただけで、要するに心臓移植とかする場合は、脳死状態の人に例えばメスを入れても殺人罪にならないとか、そういったことを言っただけで、一般的には脳死は人の死ではない。これさえ覚えておけば十分です。いいでしょうか。じゃあ次二つ目の能力は意思能力です。意味、これは意思能力っていうのは事故の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力。これもね、定義を覚えているというよりはイメージがつけられればいいです。簡単に言うと自分が何をしているか分かる能力ってことです。で意思能力がないものが成した契約は無効になります。3条の2をご覧ください。法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。法律行為の代表例は契約です。なので契約したときに意思能力なかったら契約は無効となる、とりあえずそんなもんなんだと思ってください。でね、
この結論は当然覚えること重要なんですけど、なんでこの法律があるのか、それを趣旨と言います。趣旨もなんとなく理解しておいてください。あのね、契約が有効ってどういう意味なんでしょうか。これいろんな側面があるんだけど、一つは契約破ったら裁判で請求されるってことなんです。有効ってのは有効な契約をして契約違反したら裁判でお金とか請求されてしまう。無効ってのは裁判で請求されないよってことなんですね。で、なんで有効な契約をしたら裁判で請求されてしまうかというと、自由な意思で契約をしたんだからその責任は負いましょうってことなんです。逆に言うと、自由な意思がない状態で契約をしたら無効、責任を負わなくていい。これが3条の2の趣旨になります。こういったこともね、別に書き取らなくていいんですけど、ちょっと知りたいなっていう人はセブンサミットとかに載ってますので調べてみてください。じゃあ意思能力がないものってどういう人かっていうと、まず一つは泥酔者。ちょっと酔ってるぐらいじゃダメですよ。本当に酔って何もわからない人。あと幼児、重度の精神病者、これらが意思能力がないんですけど、もう一個、これ脅迫されて意思の自由が全くないもの、これ担当によく出るんで覚えておいてください。で、脅迫って脅されることなんですけど、民法ではこういった漢字を書きます。でね、ここの中見てください。脅迫による意思表示は取り消しうるだけだが、脅迫が強度で意思の自由が全くないと意思無能力として無効になる。これ担当でたまに聞かれるのでちょっと考えておきましょう。で、まず96条1項を見てください。96条1項はこう書いてます。詐欺または脅迫による意思表示、意思表示というのは契約の申し込みとかそういうのをイメージしてください、は取り消すことができる。あれ、さっき意思無能力って言ってませんでした。これね、要するに脅迫のレベルも何段階もあるということです。だから96条1項というのはこういうことです。ちょっとね、私が脅されて、いや、あなたこの契約書にサインしなかったら大変なことになるよって脅されて契約をしてしまった、そういう場合は96条1項で取り消しができる。でもここ、脅迫が強度で意思の自由が全くない、これどういうことかというと、ここにピストル突きつけられているイメージしてください。これって何もできないですよね。もうイエスしか言えないじゃないですか。この場合はそもそも意思能力がない、脅迫が強度だと。その場合はそもそも意思無能力として無効になります。で、なんとなく分かったようで分かんない方、実はこれね、取り消しと無効っていう概念を知らないとなかなかね、ストンと理解できないんですね。で、ちょっと先取りしてやっておきましょう。54ページ。54ページ上から 1,2,3,4 行目。無効はその法律行為から当事者が起訴した効果が生じないこと、まあ、これはとりあえずふうんと思っといて、55ページ見てください。取り消しの意味、取り消すまでは有効だが取り消すと最初から無効となるのが取り消しなんです。で、どういうことを言ってるかというと、ちょっと痛い目に遭わせるぞと言って竹山が契約書にサインしました。この場合でもね、後から竹山考えると、あ、でも悪い契約じゃないなってこともありますよね。だから脅された人が取り消して無効にするかそのままにするかを決められるっていうのが取り消しなんですよ。脅迫の程度が軽いとその人に決めさせてあげよう、取り消すかどうか。で、一方ここにピストル突きつけられてる場合は脅迫の程度が強いので、もう有無を言わさず無効、もう絶対無効、最初から無効、そういう違いなんですね。これが取り消しと無効って話です。これもね、そのうちしっかりやります。2ページ目に戻りますけど、今はイメージだけで結構です。こんな感じで先の方の知識がガンガン出てくるから分かりにくい。逆に言うと、皆さん諦めないで最後まで言ってください。諦めるともったいないです。そういうもんなんですよ。最初は分かりにくいというかふわふわしています。ということで、2ページ目の下側3つ目、行為能力いきましょう。括弧1、意味、行為能力はこれ自ら単独で
確定的に有効な法律行為をすることができる能力です。法律行為はとりあえず契約と置き換えて、言っていいです。最初は法律行為の代表例は契約です。でね、これ理解するためには逆に行為能力がない人を考えた方が分かりやすい。で、この能力が制限されているのが制限行為能力者で、未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人の4つがあります。この4つはね、覚えてください。未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人です。で、すごく簡単に言うと、未成年者って一人で高い買い物できないですよね。例えば、ベンツっていう高級車を一人で買えない。これを行為能力が制限されているって表現するんですよ。だから逆に言うと、大人は行為能力が制限されていない、行為能力がある。未成年者は行為能力がないとか制限されてるって言い方をします。一人で契約できる能力だとまずは理解していただいて構いません。で、なんで行為能力ってあるのか。で、3ページ目、この趣旨、これぜひね、理解してください。これはね、一言一句覚えるというよりは理解して自分でね、口で説明できるようになれば、すごくいいです。本来意思能力のないものが締結した契約は無効です。で、しかし意思能力があるか否かの判断は容易でない場合もある。また意思能力がないことの立証も困難。これどういうことかっていうと、一旦ね、行為能力って概念忘れてください。行為能力がない世界だと、概念がない世界だとどうなるか。3歳の子供がベンツを買う契約をした。これは無効なんですよ。なぜかというと、3歳児は売買契約って概念、しかも高い車の売買契約って概念はおそらく理解できないから。だから意思能力がないとして無効なんですね。でもこれが小学校4年生だったらどうですか。車の売買って分かる人もいれば分からない人もいるかもしれない。で、分かる人は意思能力があって有効で、分からない人は意思能力がないとして無効だと、小4に車を売る業者ってすごいですよね。知能テストとかしなきゃいけないかもしれない。逆に言うと親も、あ、自分の子賢いって喜べないですよね。賢いから契約有効になっちゃったとかね、そういうことになるんですよ。そんなのってめんどくさいじゃないですか。だから未成年者は一律契約できないっていう一律のルールを導入した。これが行為能力って話。それを文章で表現するとこれ、意思能力があるか否かの判断は容易でない場合もある。小学校4年生ぐらい。また意思能力がないことの立証も困難。これ小学校4年生で売買の意味が分かってないって証明を親がするってのもなかなか難しい。だから行為能力って概念を作り、一定の要件に該当すると行為能力が制限され、行為を取り消し得るものとした。未成年者は一律に契約できません。こうするとお店って安心じゃないですか。身分証で年齢だけ確認すればいいから。だからこの取引を容易にするためにこういう制度を作ったんです。で、未成年者が契約をすると親とかが契約を取り消しできる、そういった制度を作りました。まずこの趣旨を、理解してください。で、制限行為能力者のカテゴリー4つあります。で、未成年者だけがちょっと違う、他の3つは仲間です。で、未成年者は、あ、すいません、あの法改正があったんで18歳じゃなくて、あ、20歳じゃなくて18歳にしてください。これ治ってませんね、申し訳ないです。18歳未満のもので、婚姻したものを除くもこれ廃止されましたので消してください。未成年者は4月から18歳未満のものになりました。で、未成年者にはというか制限行為能力者には必ず保護者というものがいます。要するに未成年者契約できないから代わりに契約してくれたりする人で、これは親権者または未成年後見人です。親がいれば親権者で、親が、ね、亡くなると未成年後見人って面倒を見てくれる人が指定されます。あ、そういうもんなんだと思ってください。で、下の3つのカテゴリーがイメージで言うと、あの精神障害がある人とか認知症の人をイメージしてください。そういった方々はこの3つにカテゴライズされます。で、まず成年被後見人、あの被ってつく方が面倒を見られる方だから、これね、あの認知症の重度の認知症の方は成年被後見人になったりします。
で一応要件としては精神上の障害により自理を弁識する能力を各状況、あ、これ漢字間違ってますよ、これ常にそういう状況にあるという意味でこの状況という漢字を使います。日本語って便利ですよね。にあるものプラス貢献開始の審判を受けると成年非貢献人になります。要件ってのは成年非貢献人になるための条件みたいな意味です。でね、ポイントはこのね、黒字大事なんだけど自理を弁識する能力を特に大事なのがこの各状況、常に全くないってこと、常に全くないプラス貢献開始の審判、裁判所に認められる審判も必要です。で、面倒を見る保護者は成年貢献人です。で、次非補佐人、これは精神上の障害により自理を弁識する能力が今度はね、核じゃなくて著しく不十分プラス補佐開始の審判、面倒を見る人が補佐人で、非補助人が精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分でプラス補助開始の審判で、面倒を見る人は保護者になります。ということはポイントつかむの上手い人わかりますよね。何を覚えなきゃいけないかというと、この違い、この各状況ってところとこれね、各状況、著しく不十分、不十分、これをとりあえず覚えておけばいいですね。各状況、著しく不十分、不十分。ということは認知症とか精神障害が一番軽いのはこの3つの中で誰でしょうか。当然一番下ね、上に行く方が重い。未成年者は全く別なので、だから書くとしたらこういうことになっていて、こっちが一番重くてこっちが一番軽いってことですよね。で、昔ね、まあ20年以上前なんだけど、昔は2つだったんです、ここのカテゴリー、近地三者、準近地三者って2つだったんだけど、もうちょっと細かく分けて、あの要するに能力が残ってる人はいろいろ認めてあげようっていうことになったので、3つに今分類されています。いいでしょうか。で、弁護士なんかはね、実際にこの、補助人になったり、私も補助人とかやってますけど、になったりします。で、まずはこの各状況、著しく不十分、不十分を覚えていただいて、あと審判って言って家庭裁判所が認めないと絶対この人たちにはならないんだってのも覚えておいてください。だってこれね、成年非貢献になるっていう人はなるってことは、その人の一人で契約できなくすること、保護すること反面人権侵害でもあるんですよ。だから必ず家庭裁判所の審判が入ります。で、イメージとしては、あのそれなりに認知症進んでいても成年非貢献になるっていうのは、ね、かなり進まないとならない。あのちょっと大丈夫かなっていう人でもせいぜい補助人、非補助人ぐらいです。で、これ本当にね、全くわからない、何をしてるかわかんない状態ぐらいじゃないと成年非貢献人にはなりません。で、次で、誰が審判の請求できるか、要するに自分のおじいちゃんおばあちゃんが、ちょっと認知症だから成年非貢献人にしてくれって言えるのは、まず本人、これ自分自身でできます。ちょっと最近判断能力が落ちてきたんで、やっぱりちょっと保護してもらいたいなって本人が申し立てること、これももちろんできます。あと一定の近親者、あの親族とか、あと検察官、検察官って刑事裁判にかける人なんだけど民法でも出てきます。これ公益の代表者なのでいろんなことができます。7条を見てください。精神上の障害により自理を弁識する能力を各状況にあるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年貢献人、未成年貢献監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、または検察官の請求により貢献開始の審判をすることができるとなっています。でね、この7条も一言一句覚えないんですよ。いや、覚えてもいいんだけど日暮れてしまいますよ。なのでこういった条文の時はポイントだけ押さえる。さっき言った通り成年非貢献人のポイントは各状況、各状況ってのを頭に入れて、あと一定の近親者と検察官ができる、あと本人もね、本人、近親者、検察官ができる、で家庭裁判所が認めないとならない、そのあたりを頭に入れるってことになります。
じゃあ補佐の場合は11条ご覧ください。これもね似たような条文です。精神上の障害により自理を弁識する能力。自理を弁識する能力というのは自分が何をしているか分かる能力だととりあえずイメージをしてください。あの正式な定義は別に覚える必要はありません。ここでは、能力が著しく不十分ですね。これ著しく不十分ってキーワードは押さえる。家庭裁判所は本人が入っている。で配偶者、4親等内の親族。あの4親等ってどれぐらいかっていうのは親族法でやりますけど、いとこです。いとこまでです。後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、または検察官の請求により補佐開始の審判をすることができる。ただし7条に規定する原因があるものについてはこの限りでない。7条ってのはさっき成年被後見人の条文だったから、成年被後見人のレベルにあるものは補佐できない。まあそりゃそうですよね。ただし書きはそういった当たり前のことを言っております。で最後補助が15条。精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、または検察官の請求による補助開始の審判をすることができる。これ、不十分以外は同じですよね。ただし7条または11条本文に規定する原因があるものについてはこの限りでない。成年被後見人が7条、補佐が11条なんで、補佐の状態、成年被後見人の状態にあるものはできない。そういうことを言っています。いいでしょうか。で、制限行為能力者の成した行為、行為って書いてますけど、契約が中心ですね。は、保護者も制限行為能力者本人も取り消すことができる。これポイント分かります？あの保護者が取り消せるのは当たり前ですよね。未成年者がやった契約を。ポイントは未成年者自身も取り消せるんですよ。これ覚えておいてください。これ120条1項ですね。行為能力の制限によって取り越すことができる行為は制限行為能力者、これ制限行為能力者本人ってこと、未成年者とか他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては当該他の制限行為能力者を含む。括弧内は今は理解しなくていいです。またはその代理人、承継人、もしくは同意することができるものに限り取り消すことができる。で保護者は代理人とか同意することができるものに普通は入るので、保護者も取り消せるし制限行為能力者本人も取り消せる。なんかね、未成年者がベンツ買う契約をしていて未成年者が取り消せるってなんか変なような気もしますけど、これあくまでね、未成年者って迂闊な契約をしちゃうこともあるので、その人を保護するって意味もあるから、これはまあこういう制度になってるってことです。いいでしょうか。じゃあここで4ページ目で少しね先取り学習をしておいて話変わります、脱線しますけど、これ知っておいた方が見通しが良くなるので見ておきましょう。でここで物件とは、あの物件の他に債権って権利もあります。でとりあえず物件をやります。すごく話が変わるんだけど、物件ってのは物、物を支配する権利で誰にでも主張できるものです。これ絶対性と言います。例所有権、これ何言ってんでしょうね。でこれね、やっぱり具体例が大事なんですね、法律って。例えばこのボールペン、ジェットストリームってペンで、私はジェットストリームで司法試験の答案を書いてたんですけど、まあそういったペンがあります。でこれ私がお金を出して買いました、私のものです。法律的に言うとこのペンは竹山が所有権を持っていると言います。この所有権って誰に対しても主張できますね。あ、これは俺のペンだから取らないで、私のペンだから取らないでって一応みんなに言えます、ね、これが物件なんですよ。でも例えば僕が友達の A さんに100万円を貸したら、それは A さんにしか言えないですね、当たり前だけど。だから実はあの人に対する権利って債権って言うんだけど、物件と債権の違いは、
これ物件は誰に対してでも主張できる。これを絶対性と言います。で、債権というのは人に対する権利なんだけど、これは特定の人に対してしか主張できない。特定人に対してのみ主張か。これを相対性と言います。こういった違いがあります。で、これからとりあえずやるのは物件です。誰に対してでも主張できる絶対性がある権利をやっていきます。じゃあ次、不動産と動産という話に行きましょう。で、物件の対象となる物、要するに所有の対象となる物には不動産と動産があります。これ明確に定義が決まってまして、不動産っていうのは土地と建物を言います。で、動産っていうのは不動産以外のものを言います。はい、じゃあ質問します。航空機って動産ですか不動産ですか。これ動産なんですよね、定義から言って。だからこのペンも動産だし、航空機とか戦車とかミサイルとか何でも動産なんですよ。だから不動産以外は全部動産で、あとね、これはもう決めの問題なんですけど、土地と建物は日本では別個の不動産として扱われます。これね、もう完全に決める問題で、決めの問題で、外国では土地と建物は1個のワンセットの不動産だよって数える国もあります。日本では別、これはもうそういうもんだと思ってください。じゃあ法律的な話に行きます。所有権の移転時期です。所有権の移転時期、物件所有権含むは特約がない限り契約の時に移転するケース、見てください。 A は B との間で B の土地を1000万円で購入する契約をした。で、所有権って目に見えないんだけど、物を買ったら移転しますよね。で、いつ移転するかなんですけど、これ契約の瞬間、これが判例です。契約の瞬間に土地の所有権が B から A へ移転する、これが判例なんだと理解をしてください。で、これだけ見るとボカーンって感じする。何そんな当たり前のこと言ってるの。じゃあもうちょっと突っ込んで考えましょう。あの、土地を買うときって売買契約書を書いた瞬間に1000万円の現金を入って渡すのはそんなにありません。大抵契約書交わしてから代金支払いなんですね。ってことはお金払った時に所有権が移転するって考え方もありそうだし、めちゃくちゃ合理的ですよね、それも。だからこれ説がいろいろ分かれてるんですよ。でも一応日本国の判例はまあいろいろあるんだけど、契約の瞬間で、土地の場合普通売買契約書書きますから、お互いに売買契約書にサインをした瞬間に所有権移転します、こういうことになっています。例外はもちろんありますけど、基本的にこれです。まず今の段階ではこれだけ知っておいてください。例外は物件ってところで詳しくやります。じゃあ次です。括弧に不動産登記です。で、物件は目に見えない。あの、いかに所有権っていう概念があっても所有権って目に見えません。でね、動産だったら割といいんですよ。例えば私がこのジェットストリームを握りしめてたら、おそらく竹山のものだろうって動産わかる。持ってる人がおそらく持ってるだろうってわかるけど、土地の場合ってね、上に住んでなかったらこの土地誰のものって正直わかんないですよね。建て看板でもあれば別ですけど。そこでね、不動産は重要な財産だから誰が所有者かを登録できることにしたんです。それを不動産登記と言います。物件は目に見えない。そこで登記、これ登録です。要するに登録を登記と言います。
登記によって所有権などの物件を公示する皆に示すことにしています。あの不動産というのは重要な財産なんで所有者を登録できる、それを登記と言います。じゃあね、私が例えば庭付きの一戸建てを持っていたとすると、これ登記って何個あります？さっきのルール、土地と建物別でしょ。だから登記2個なんですよ。土地と建物が別の不動産ってことは登記が2つありますって意味なんです。だから皆さんがもしね、不動産の仕事をやるときに土地と建物の所有者調べたいときは2個取らないとダメってことになります。まあ脱線しました。であとね、不動産は登記できるんですけど、これ物件であるけど車とか重要な動産も登録制度があります。あの車のナンバープレートってあるでしょ、あれ登録なんですよ。所有者誰か登録してるってことなんですね。まあそれはいいや。今で次見てください。米印、登記の所在と所有権の所在は別の問題で、ここでまた大混乱が生じるわけですよ。大抵の民法の教科書正しいんですけど、こう書いてます。あの所有権は確かに登記できるんですけど、登記があるからといって所有権があるとは限らないんです。でここでもうパニックになるわけですよ。私も昔ね、法学部の2年生ぐらいで民法やったんですけど、パニックになりました。これ何を言ってるかというと、ずれるってだけなんですよ。どういうことか、このケース見てください。 A は B から平成29年3月1日に土地を買った、売買契約の瞬間に所有権動きますね。ただ土地の登記は平成29年3月2日に B 名義から A 名義に移転された。あのね、登記ってのは国が勝手にやってくれるわけでもないんですよ。売り主と買い主が法務局に行って手続きをしないと移りません。だから売買契約の瞬間に所有権移転してるけど、登記を移すまでにタイムラグがあることがあります。一般的に避けた方がいいので普通の不動産売買はしないんですけど、こういった現象が起こることもあります。なのでこれね、平成29年3月1日に A は B から土地を買ったんだから、こうですね、で売買契約の瞬間に所有権は移転しているから土地の所有権は A に移っています。しかしながらこの日は登記を移す手続きをまだしていないから登記は B にある。本来所有権の所在と登記の所在は一致するのが望ましいんだけど、タイムラグが起きてしまうこともある。そしてこれはちゃんと次の平成29年3月2日に登記手続きをしたから、登記手続きしないと移らないっていうのは覚えておいてくださいね。これめちゃくちゃ重要ですよ。これを知らないと大混乱起きます。登記手続きをしたから所有権が A さんにあって、登記も A さんになって、はい、めでたしめでたしと終わるわけです。ただ登記と所有権の所在はずれることがある。だから登記があるといっても、これですね、 B さんに登記があるといっても所有者とは限らない。本来起きてはならない現象だけど、こういう現象が起きてしまう。これはね、ぜひ知っておいてください。よろしいでしょうか。でこれ本来物件ってとこでやるんだけど、これを知っとくとね、今からやる制限行為能力とかすっごい見通しが良くなるので、もうちょっとだけ物件やります。で5ページ目で、こんな話もある。 A は B から土地を買った、
しかしこの土地は登記名義が B になっていたが実は C のものであった、まあ、こんなことも起こり得るんですね。でこの場合は A は無権利者 B から土地を買ったので所有権を取得できない。これも覚えておいてください。あのね、土地の所有権っていうのは所有権を持っている人から買わないと手に入れられないです。全然関係ない人から土地を買っても手に入れられない。登記があっても登記と所有権の所在がずれてしまうのでこういった現象が起こりうる。これはぜひ知っておいてください。よろしいでしょうか。でこれもね知っておいてください。無権利者から買っても土地の所有権は取得できない。いいでしょうか。じゃあここから20条とこれを理解しましょう。土地の所有権は契約の瞬間に移転する。しかし登記と所有権の所在が一致しないことがあるので次のような現象が起こる。これ見てください。ケース A は B に自分の土地を売った。しかし登記は A のもとにある。 A はその土地をさらに C に売ってしまい C は所有権移転登記をした。ちょっと図書いていきますね。これが二重譲渡って呼ばれる現象ですごく大事です。A は B に自分の土地を売りました。丸一っていうのは時系列の丸一です。で、売った瞬間所有権が B に移るんだけど、登記を移さないと登記は A のままです。で、これね外から見ると A さんの土地に見えますので、A がその土地を C に売ってしまうって十分ありえますね。同じ土地をいいですか？登記が移転したらこんなこと起こんないんだけど登記を売り主 A のところに残しておくから2人に売るってことが可能になっちゃうわけです。これを二重譲渡と言います。まあ理論的にはありえますよね。登記の所在と所有権の所在が一致しないから。現実にこんなことあるのかって思っている方いらっしゃると思います。私もそうでした。で、そういった方はですね、後でスマートフォンで地面師って検索してください。こんな詐欺師本当にいっぱいいます。近年でも積水って大手が騙されたりしています。本当にあるんですよこんな状態ね。もちろん A さん犯罪ですよ。これ完全に犯罪だけどこんなずるいやつがいます。で、結局これ C さんが所有権移転登記をした。で、まあ、C さんが知らなかったらいいんでしょうけど C さんずるいやつ知っていた。 A が同じ土地を B に売っていたことを知っていた。こんな状態です。で、二重譲渡の問題っていうのはね、まず常識的な話をしましょう。一番悪いのは A です。だから当然B も C も A に損害賠償請求できるんだけど大抵こんなずるいやつは高飛びしてどっかにいなくなってるわけですよ。なのでとりあえず A が悪いのは置いといてこの土地どっちのものにするかってのは決めなきゃいけない。その話を今からします。いいでしょうか。で、ここでキーになるのがここに重要なんで条文載せました。民法177条、177って数字は覚えてください。不動産に関する物件の特装及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗することができない。極めて基本的な重要な条文です。で、表面上理解するのは難しくありません。所有権を取得するっていうのはここでいう所有権物件ですね。物件の特措の特ですよね。だから不動産に関する物件の特、物件を取得することはでぐちゃぐちゃ書いてますけど結局登記をしなければ第三者に対抗することができない。これがエッセンスです。要するに物件の特は登記をしなければ第三者に対抗することができないってことです。でね、
対抗することができないっていうのはそれ自体すごくね法律的な意味はあるんだけれど、とりあえず主張とか勝てるとかそういう意味で捉えてください、最初の段階では。今日はね、でこれ結局は二重譲渡では登記がなければ第三者に対抗できない、これ言い換えると登記がなければ自分の権利を主張できない、つまり勝てないってことになります。でさっきの図見ますよ。はい、B さんも C さんも所有権を本来手に入れてるはずです、買ってるから。でも B さんってのは所有権を C に主張できますか？ B は登記がないから C に勝てない、つまり自分の所有権を B は C に主張してもこれ勝てないんですよ、登記がないから。一方で C さんは登記があるから自分の所有権を B に対して主張できる、対抗できる、勝てる、その結果この土地は誰のものになる、当然土地の所有権は C が取得するってことになります。よろしいでしょうか。で実は例外あるんですけど、原則を今回は押さえましょう。二重譲渡での勝ち負けは登記で決める、先に登記を取得したものが勝つ、たとえ C さんが AB 売買を知っていても登記がある方が勝つっていうことになります。いいでしょうか。ここまで知っとけばこれからの議論ついていけるので、まずここまで押さえてください。二重譲渡っていう現象がありますよ。そして二重譲渡された者同士 BC の勝ち負けは登記で決めますよ。そこまで知っとけばとりあえず話が進めます。そして5ページ目の では第三者とは、これちょっと発展事項でそのうちやるので今飛ばします。で6ページ目、これ気になる人いると思うんでちょっとだけ補足。第三者、この場合でいう C さんは別に不動産の譲り受け人がいることを知っていてもよいか。で民法では悪意って言った時は知っているっていう意味です。悪意って言った時に文字通り倫理的に悪いとかそういう意味は一切含まれない、単純に知っていることを悪意と言います。そういう専門用語だと押さえてください。で、知っていてもよいか。これ知っていてもいいんです。だからこの図で言うと C さんは B の存在を知っている、悪意であっても土地の所有権を取得できる、そういうルールになっています。ただし背信的悪意者、これものすごいずるい人だと思ってください。正確な定義は6回目ぐらいにあります。ただものすごいずるい人だったら所有権は取得できない、でも知ってる程度だったら登記を取得すれば所有権を取得できると思っておいてください。で、知識の補充。民法では知っていることを悪意、知らないことを善意と言います。これ本当に文字通りの良いとか悪いという意味は入りませんので、これは知っておいてください。こういった言葉の定義です。疲れてきましたね。結構重厚な講義が3時間続くんで大変なんでしょうけど、あと20分ぐらいで休憩になるので、前半の山行きますよ。制限行為能力者に戻ってきます。7ページ、制限行為能力による取り消しは取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。論点 B ランク、まあ ABC つけてますけど、まあまあ大事ですね。理由、取り消すとその行為は訴求的無効、また第三者を訴求行から保護する特別の条文がない。ぐちゃぐちゃ言ってますけど、次の例、この例で押さえましょう。未成年者 A は公土地を B に売った。その後 B は何も事情を知らない C に公土地を売った。その後 A は B との売買契約を取り消した。はい、この例がすごく大事です。ちょっと図を書いていきますよ。で、時系列が大事なんで丸1とか丸2とかつけています。 A は未成年です。これが B に土地を売りました。で、その後 B は何も事情を知らない C に公土地を売りました。
だからこれ丸二倍倍ですね。そして C は何も事情を知らないから善意と言います。でその後 A は AB 売買を取り消したってことです。でこれ単純に言うと A が土地を取り戻せるのか C が土地の所有権を取得するのか AC の戦いです。もちろんね、後でお金の調整とか当然あるんですけど、まずこの土地の所有権をどっちが取るかを確定しなきゃいけない。で、これ生の利益状況を見ましょう。法律のことを忘れて。C さんは何も知らずに買った人だから土地の所有権を取得できた方がいいっていう考え方は一つありますね。特に B さんが普通の不動産屋さんだったら C さんは不動産屋さんから土地買ったのに、なんか A さんに取り返されるのはおかしいって考えるでしょう。一方で、未成年者保護っていう法の要請もあります。うっかり売っちゃったのかもしれない、 B が適当なこと言ってね。なので取り消して A に土地を戻させた方がいいっていう考え方もあります。なので法律はどう規定しているか考えていきましょう。まずね、これ原理原則から考えていきます。で、理由のところに取り消すとその行為は訴求的無効ってありますね。訴求的ってのは遡ってって意味です。最初から無効って言い換えても構いません。遡って無効、最初から無効、それが訴求的無効って意味です。これ今の段階でこれは理解しておいてください。訴求的無効ってのは元から無効なんだってこと。で、これが121条に書いています。むしろ条文の文言の方が分かりやすいかもしれない。121条は取り消された行為は初めから無効であったものとみなす。訴求的無効の方が専門用語ですね。どっちかというと初めから無効なんです。いいでしょうか。ということはこれ取り消すと初めからこの売買がなかったことになります。だからこれは訴求的無効なんですね。初めからっていうのはこの売買契約っていうのが最初からないんですよ。こんなものが一切なかったと取り扱われる。そうするとどういうことになるかというと、こういう状態になります。 AB 間は何もないのに、つまりこの土地は最初から A のものなのに所有権、 B が C に売った、こういう状態になります。 A の土地を B が C に勝手に売った状態、これって B から C に所有権って移転しましたっけ。実はさっきの先取り学習でちょろっとやったルールにありましたよね。ゆっくりいきますね。 B さんは A の土地に対して所有権持ってないから、この人無権利者と言います。はい、無権利者から買っても土地の所有権は移転しませんですよね。だから C っていうのはどんなに頑張っても無権利者から買ってる以上 C も無権利なんです。これぜひ理解してください。取り消すと訴求的に無効になるから AB 売買は最初からなかったことになる。ということは B は他人 A の土地を勝手に売っただけ、無権利者から買った C さんもまた無権利者、したがって C は土地の所有権を取得できないということになります。ここまでよろしいでしょうか。ただこれって C さんあまりにもかわいそうですよね。そこでこれ取り消しって未成年者以外にもいろんな取り消しあるんですけど、
一定の場合にはこの C さんを条文で保護している場合もあるんですよ。あの他に未成年取り消し以外の場合はこの人を保護する特別の条文がある場合があるんだけど、実は未成年者の場合は C を保護する特別の条文はないから結局 C は保護されない。それほど未成年者を保護する姿勢が民法にあるということになります。よろしいでしょうか。ここのロジックはこれしっかり押さえてくださいね。めちゃくちゃ重要です。これというのも似たような話がこれから何度も出てきます。じゃあまず、今の流れは分かったと思うのでレジュメもう一回見ましょう。で、この今の例をすごく抽象的に言うとこうなります。制限行為能力による取り消しは取り消し前の全員の第三者にも対抗可能っていう抽象的に言うとこういうルールになります。これもね、ぜひ脳内で具体例に変換できるようにしてください。はい、さっきの図いきますと C さんっていうのは A が取り消す前に出現した人ですね。丸に売買の方が取り消しより先、そのような C さんを取り消し前のしかも AB 売買の関係ない人だから第三者と言います。 C は取り消し前の第三者。で、結局取り消し前の第三者は土地を取得できなくて、未成年者、取り消しをした未成年者が土地を取得できるってことは、未成年者は取り消しを取り消し前の第三者に対抗できる、主張できるってことになります。こういった抽象的な表現で担当に出題されたり論文に出たりするので、ぜひね、これ意味を理解してください。制限行為能力による取り消しは取り消し前の第三者に対抗可能。しかも C が善意であっても A が勝つってこと。悪意だったらいいですね。善意であっても A が勝つのがポイントです。じゃあなんでこういう解釈を取るかというと、さっき板書に書いたことをすごく縮めて書くとこれです。取り消すとその行為は訴求的無効、最初から無効になるんだ。で、最初から無効になるから C は無権利の B から買っただけだから C は所有権を取得できない。さらに第三者、この図でいう C を訴求項、訴求項っていうのはこれが最初から無効になることから保護する特別の条文がない、 C さんを保護してくれる特別の条文もない、だから C さんは負けるんだ、そういうことになります。いいでしょうか。で、今日お示しした通りこれね、皆様方もくどく説明もできるようにしてほしいし、すごく簡潔にも説明できるようにしてください。なぜかというと論文でこれ書くことあります。その場合に長く書くこともあれば短く書くこともある、その練習になるんですよ。なので、しっかり説明できるようにもしてほしいし、簡潔にこの2行ぐらいでも説明できるようにしてほしい、そういう話になります。そしてですね、まあ、あと休憩まで10分ぐらいあるんで頑張っていきましょう。取り消し前があれば当然取り消し後もありますね。取り消し前、取り消し後で場合分けして考えていきます。はい、取り消し後の第三者とは対抗関係に立つ、理由、復帰的物件変動論で、実はこれ物件法ってところで取り扱うんですけど、取り消し前だけやって取り消し後飛んでると分かりにくいのでここで扱っちゃいます。で、その前に忘れてました、すいません、さっきの二重譲渡で忘れてたんですけど、この二重譲渡で買い主買い主の BC の関係をこれ対抗関係と言いますので、この言葉を覚えておいてください。 BC は対抗関係、で、二重譲渡の買い主同士の関係を対抗関係というんですけど、これまあ数学嫌いな人いるかもしれないけど、ベクトル的に考えてると同じ人から矢印2本出てますね。同じ人から矢印2本は対抗関係です。これも覚えておいてください。同じ人から矢印2本、
そして対抗関係はもう一個意味がありまして、二重譲渡って陶器で勝ち負け決めてますね。陶器で勝ち負け決める関係ということでもあります、対抗関係。いいでしょうか。ちょっと情報量多かったんでもう一回だけ言いますね。二重譲渡のこの図でいう BC みたいな買い主同士の関係を対抗関係と言います。そして所有権の流れを矢印で表すと、同じ人から矢印2本出てくるパターンが対抗関係です。そして対抗関係の勝ち負けは陶器で決めます。いいでしょうか。これさらっと言いましたけど、実はめちゃくちゃ重要なことで、頭にこれ叩き込んでおいてください。すっごい使います。じゃあ7ページ目戻りまして、はい、取り消し後の第三者とは対抗関係に出す。簡単に言うとこれ陶器で勝ち負け決めるということです。理由、復帰的物件変動論。いやにシンプルですね。ただこれめちゃくちゃ重要なので、はい、論証出てきました。論証1番、制限行為能力と取り消しと第三者。論証っていうのは論文のパーツです。一言一句同じことを書く必要は全くありません。ただ似たようなことを自分の言葉で書けるようになることが必要です。簡単な論文問題にもなってるんですよ。だから法学部の試験とかでこんなのがそのまま出たりします。この3行が問題ね。未成年者 X が B に土地を売ったところ、 X の保護者が XB 売買を取り消した。しかし X が登記を復帰させる前に B は C に土地を売却し、 C が登記を備えた。 C は所有権を取得できるか。最初のうちはちゃんとね、図を書いていきましょう。しかもさっき言った通り時系列が大事だって。取り消し前と取り消し後で違うってことは、売買とか取り消しのタイミングが前後すると結論が変わるんですよ。なので図書いていきますよ。でまず X が B に土地を売りました。売買、でこれ X が未成年なんです。でところが X の保護者が気づいて、この XB 売買を取り消した。で今回はX と第三者の所有権の争いなんで、保護者が取り消すのと本人が取り消すのは大した変わりません。なのでまあここは図ではまあこういうふうに本人が取り消したみたいに書いてますけど、今回は未成年者自身が取り消すのと保護者が取り消すのは本質的な違いがないから。ただこれね、 X から B に土地を売った時に登記は B に移転しています。でね、取り消すと当然ね、この登記は無効なんだけど、いいですか、登記っていうのは手続きをしないと動かないんですよ。だからこの契約は確かに取り消した、でも登記を戻す手続きをしない限りは登記は B のもとにとどまっているんです。ここが理解のポイントで、 X が登記を復帰させる前に、戻す前に B は C に土地を売却、C は土地を取得できるか。で今回は C は取り消した後に出現していますから、 C のことを取り消し後の第三者と言います。いいでしょうか。まずね、どういった状況なのかを理解してください。で、ここでは判例の見解を紹介します。で、受講生の方には非常にロジカルな、論理的な考え方が得意の方がいらっしゃるでしょう。それはね、物件法のところでちゃんとやりますけど、実はですね、ロジカルに考えると、ここってのは取り消したから最初から無効、無権利から買ったから C さんは所有権を取得できない。ロジカルに考えるとその通りなんです。しかし、でその説は学者の先生が主張しています。しかし日本国の最高裁判所は二枚舌です。はっきり言います。
今のロジックを取りません。日本国の最高裁判所は取り消し後だけ全然違う発想をします。あのさっきのロジカルな考え方はそのうちちゃんとやりますのでちょっと置いといてください。日本の裁判所の考え方はこう、今ね所有権の流れの矢印だけを見てください。 X から B に所有権が流れて取り消しによって B から X に所有権が戻ったけど B から C に所有権が流れているようにも見える。ということはあれ見てください。 B から矢印、B から C に矢印、つまり同じ人から矢印2本、対抗関係登記で決めましょう。これが日本国の最高裁判所の考え方です。同じ人から矢印2本出てるから XC 対抗関係、だから XC はもう分かりますね、登記を先に備えた方が勝ちってことです。登記で決める。これが取り消し後の第三者の考え方です。なので取り消し前と取り消し後でロジックが違うんですよ。ただ仕方ない、最高裁の考え方だからとりあえず最高裁の考え方は受け止めて理解はしなきゃいけないのでまずこれを理解しましょう。よろしいでしょうか。じゃあちょっとね、論証っていうところで最高裁の論理の流れを少し見ていきたいと思います。はい、論証1番です。未成年者が X が B に土地を売ったところ X の保護者が XB 売買を取り消した。しかし X が登記を復帰させる前に B は C に土地を売却し C が登記を備えた C は所有権を取得できるか。でこの点要するに対抗関係に落ち着けるわけですよ。実質的に見ると、実質的に見るとっていうことはこれね、この 6,7 文字でギュッて凝縮されてますけどロジックを曲げるとってことです。ロジックを曲げて所有権の流れで見ましょうってことです。実質的に見ると一旦 B に移転した物件が取り消しにより X に復帰したと見ることができる。これを復帰的物件変動論と言います。なぜかというと X から B に移転した所有権が戻るって考えるから、ここに書いてある復帰的物件変動論、これが判例の考え方で、したがって B を起点とした B 矢印 XB 矢印 C との二重条と類似の関係が生じている。あの対抗関係と二重条と類似の関係ってほとんど同じ意味です。要するに二重条とじゃないんだけど似てるよねってことで、なんで判例ロジックも上げるかというとこれなんですよ。実質的な理由は未成年者 X も登記を復帰できるのに復帰しなかった点に落ち度があり無制限に保護する必要はない。まあこれはまあ確かにそうなんですけど、登記戻せるのに戻さなかったですね。X も悪いじゃないか、だから X に所有権を取得させる必要はないんだ、そういうこともあります。で、したがって XC は対抗関係にあり先に登記を備えた方が確定的に所有権を取得すると解する、こういうことになります。取り消し前と取り消し後でロジックを変える、これが判例なんですけど、まずはこの考え方を押さえてください。いいでしょうか。でちょっとだけ裏話します。これも物件の話なんですけど、なんで判例ロジック曲げたか、これね昭和の判例なんです。で、あのね、登記って移転すればすごくいいように思えるけど費用がかかります。国に費用を抑えます。でこれね、例えば1000万の売買契約の場合は割と登記費用高くて数パーセント取られる。例えば30万とか40万とか取られるんです。だから登記したくないって人がいっぱいいたんだけど登記を促進したいんです。だから判例は登記しないと負けるよって結論に持ち込みたかった。だからみんな登記してねってキャンペーンをやりたかったんですね。だからこんな結論になってます。まあふーんと思っておいてください。で、
はい、まとめます。まず試験は判例の考え方が出ますので、取り消し前、これは条文通りの処理です。で、取り消し後は判例の処理を抑えてください。そして、いや取り消し後もロジックに考えないとおかしい、大丈夫です、そういう学説はあって、実はですね132ページでその学説は取り扱います。だいぶ先ですけどね、132ページでロジックを通した話はやりますので、それは後のお楽しみにしておいてください。今は取り消し後はとりあえずロジック曲げてるけど判例はこうなんだ、それを抑えましょう。で、難しい考え方でしたけど、よくついてきていただきました。実はこれ自体が普通に司法試験の論点で、総合職も出ますよ。で、ロースクール入試なんか別にね、これかければ民法1台解けるような入試問題出るところもありますので、今日で皆さんかなりレベルアップしました。なので頑張っていきましょう。ということで、ここで10分間休憩いたします。お疲れ様でした。はい、それでは後半始めていきます。レジュメの8ページ目からになります。で、ここからは、どちらかというと担当試験に出る、あんまり論文には出ないところですけど、まあ、基本的な考え方のところもあるので、理解をしていきましょう。8ページ目、過去に未成年者からです。これ詳しく各制限行為能力者のことをやっていきます。で、意味なんですけど、未成年者は18歳未満のものを言います。これ今年の4月、ちょうどね、ついさっき施行されました。4条見てください。年齢18歳をもって成年とする。だから18歳未満の契約は取り消せますけど、18歳以上になるともう取り消せない、未成年者としては取り消せないことになります。で、この成人年齢というのはあくまで民事関係のみで、例えばお酒とかタバコは20歳、これ別の法律で定められているからです。で、そして次の黒ポチ、未成年者の行為は法定代理人、普通は親権者で、親が亡くなっている場合は未成年後見人が法定代理人になりますが、これの同意を得ない場合、原則取り消すことができます。で、5条2項を見てください。前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。で、前項は5条1項なんで、これも見ちゃいましょう。未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし単に権利を得または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。だから契約なんかするときは、未成年者は親権者の同意を得なきゃいけなくて、その同意を得なかった行為は5条2項で取り消すことができる、そういうことになります。じゃあ取り消すことができない行為を見ていきましょう。まず当たり前ですけど、保護者が同意した行為、あらかじめあなたはベンツ買っていいですよって同意をした、そしたらベンツ買えます。で、あと保護者から渡された一定の財産の処分、5条3項を見てください。第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。で、これ抽象的に書いてますけど、具体例を思い浮かびますか。まず5条3項の前段、目的を定めて処分を許した財産、こんな感じですよ。ちょっと、あなた10万円渡すから、これでレックの口座申し込んできなさい。それはレックの口座を申し込むって目的の範囲内で使ったら取り消すことができない、これが前段ね。後段は目的を定めないで処分を許した財産、これいわゆる小遣いですよね。月、例えば5000円あげると、これも好きに使っていいよっていう意味だから、その小遣いの範囲内で何か契約をしてもそれは取り消すことができない、そういうことを言っています。じゃあ次、単に権利を得または義務を免れる行為、これも取り消せません。単に権利を得っていうのは未成年者にメリットしかない行為、例えばですね、おじいちゃんが子供に、1万円あげる、物をあげるのも実はですね、日本では立派な贈与契約という契約なんですよ。あ、条文見ましょうか。論より証拠ですよね。贈与契約ってのは549条に書いてます。
民法549条、贈与は当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる。ということはですよ、おじいちゃんが15歳の子供に1万円お年玉をあげるのも立派な贈与契約となって取り消しの対象になるんじゃないかって話が出てくるわけですよ。しかしながらこれって未成年者がお金をもらうだけでメリットしかないですよね。単に権利を得るだけなんでメリットしかないから取り消せない。それを定めたのが5条1項です。で、義務を免れるのもこれ借金を免除する、これが典型例です。これも未成年者にとってメリットしかないから取り消せない、そういうことになっています。いいでしょうか。で、次の黒ポチ、保護者が未成年者に営業を許可した場合、その営業に関する行為も取り消せません。6条を見てください。一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。これね、昔民法の成年年齢が20歳だった頃は割とよくありました。で、今でもなくはないんだけど、18歳になっちゃったから少ないかもしれない。要するに、例えばね、中学卒業してラーメン屋やりたいって子供が言い出しました。そしたら保護者が、あなたラーメン屋やっていいですよって許可を与えると、そのラーメン屋に関する契約、店を借りたり麺を買ったりする契約だけは取り消せなくなる。それがこの6条1項、保護者が許可をした営業に関する行為だけ取り消せない、それがこれです。で、注意していただきたいのが、担当でよく出る引っ掛け問題が、営業を許可した場合全部取り消せなくなる。それ嘘ね。あくまでその営業に関する行為だけ未成年者は一人でできるだけ、営業に関しない行為は取り消せる、そういうことになります。いいでしょうか。あと遺言ですね。これ一般用語では遺言っていうことの方が多いでしょうけど、なぜか法律家は遺言ということが多いです。あの、国語辞典引くとどっちも正しい読み方です。要するに自分の死んだ後の財産をどうするかとか、まあ、それを書くんですよね。それを遺言と言います。これはあのね、18歳じゃなくて15歳がラインになってるんですよ。961条を見てください。961条、15歳に達した者は遺言をすることができる。ということは逆に言うと、16歳の人が遺言したらわざわざ民法にできるって書いてるから保護者は取り消せない、そういうことになります。あと、嫡出でない子の認知、780条を見てください。認知をするには、父または母が未成年者または成年被後見人である時であっても、その法定代理人の同意を要しない。あの、認知ってのも家族法でしっかりやります。で、これね、結婚してない男女間で生まれた子供は父親が自分の子だってするためには認知って手続きが必要なんですね。その認知は、それあの親子間のことなんで保護者の取り消しとかが関係ないってことです。で、母親は自分で産んでるので認知っていうことはありません。実はそれは家族法でやります。まあ、自分の子だって認めることは取り消せない、そう覚えておいてください。じゃあ次、保護者の権限いきましょう。法定代理人は通常は親権者がなります。818条をご覧ください。で、なんでこんな後ろの方の条文ばっかあるかというと、これね、やっぱ親族も絡むことなので後ろの条文も出てきます。818条1項、成年に達しない子は父母の親権に服する。父母が親権っていう、これはまあいろんな権利なんですけど、要するに子どものことを代わりに行う権利がある。で、819条1項、父母が競技場の離婚をするときはその競技でその一方を親権者と定めなければならない、そういうことになります。で、親権者がいないとき、または親権を行う者がこの財産を管理する権限を有しないときは、親権者の代わりに後見人ってのがつきます。
838条を見てください。で838条、貢献は次に掲げる場合に開始する。1号、未成年者に対して親権を行うものがないとき、要するに親が亡くなってしまった、また親権を行うものが管理権を有しないとき、親がですね、例えば精神障害とかでもう財産管理できなくなった、そういう場合は未成年後見人というのがつきます。で2号、後見開始の審判があったとき、これは成年非後見人の話です。でこれもね、担当で引っ掛けて出るんですけど、未成年後見人と成年後見人というのは全く違う概念です。未成年後見人は親権者がいないときとかに親代わりにつく人です。で成年後見人ってのは精神障害とかある人につくやつで、そもそも全然違う制度だと思ってください。でここに書いてる後見人はあくまで未成年後見人です。で未成年後見人には複数つくことができます。840条2項を見てください。未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は必要があると認めるときは、前項に規定するものもしくは未成年後見人の請求により、または職権で、さらにって書いてますね。さらに未成年後見人を選任することができる。さらにって書いてることは、未成年後見人が2人以上いることもあるということです。で、これなんでレジュメに強調して書いてるかというと、これ未だにね、担当で出るんですね。で、なんで担当出れるかというと、これ昔ね、法律変わって、昔は1人じゃなきゃダメだったんです。それが2人以上いいことになって、法律が変わった点って出やすいんですよ。それがだいぶ前に変わったのに未だ出てる点なので、ちょっと意識をして覚えておいてください。で次もそう、法人化、会社みたいな人も実は未成年後見人になれます。現実になった例はかなり少ないというか、ひょっとしたらないかもしれないけど、840条3項、未成年後見人を選任するには、未成年非後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年後見人との利害関係の有無、括弧未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びに、その法人及びその代表者と未成年後見人との利害関係の有無、未成年後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。法人って書いてることは、法人も後見人になれるってことです。いいでしょうか。じゃあ次ケースです。1、未成年者は保護者の同意を得ずに100万円で車を買う契約を締結した。保護者は何ができるか。で2、未成年者が有効に契約を締結するためには何をすればよいか。でこの問題に答える形で書いていきましょう。1の答え。で未成年者が勝手に契約したときは、保護者はまず売買契約を取り消すことができます。これ保護者に取り消し権があるという言い方をします。一方で保護者はね、未成年者勝手に契約したとき認めることもできます。後から認めること、これを追認と言います。次の黒ポチ。保護者は売買契約を追認することができる。122条を見てください。取り消すことができる行為は、120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができない。取り消すことができないというのは完全に有効になるということです。で120条見てください。この120条に規定するものが追認ができるんですね。行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者（括弧飛ばします）またはその代理人、証券人もしくは同意をすることができるものに限り取り消すことができる。保護者は未成年者の代理人で、さらに同意をすることができるものなので、取り消しもできるし追認もできます。ということは、追認っていうのは事後同意みたいなもんじゃないですか。だから同意することができる人と大体一致するし、あと取り消しの裏返しなんで取り消し権者とも一致する、そういうことになってるわけです。で追認すると売買契約が確定的に有効になり、その後取り消せなくなる。で丸2の答えは、
まず未成年者が一人で契約をするには保護者の同意を得る方法が一つで、9ページってこの同意は包括的同意もか、包括的というのはまとめてってことですね。例えば一個一個このベンツを買う売買契約は同意しますって一個一個やってもいいし、もうあの車の売買契約は好きにやっていいよってまとめて同意をすることも可能です。あと目次の同意もか、はっきり言わなくても認めているような素振りを見せればそれで同意になります。例えば自分の子供が車の売買契約を繰り返すことを知っていながら何も文句言わなかった、それはもう同意をしていると考えられるわけです。そういうのを目次の同意と言います。はっきり同意しなくても、まあ同意があったんだろうという見なされる状況があったならば同意になります。あと保護者に代理して契約を結んでもらうことも可能です。で、保護者の代理権は、ね、824条、親権を行う者はこの財産を管理し、かつその財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただしその子の行為を目的とする際も生ずべき場合には本人の同意を得なければならない。で、ここで用語に引っかかるわけですよ。代理って言ってるけど代理なんて一言も書いてないじゃないかって話ですよね。で、これね、代表って言葉に代理が全部含まれてます。これでハって感じになるんですけど、ゆっくりいきましょう。これね、あの商法とかでちゃんとやりますけど、今こう考えてください。ちょっと話脱線します。世の中に株式会社ってありますよね。社長がいます。社長の正式名称って知ってる人います？代表取締役ですね。この代表の意味は会社の行為は全て社長ができるって意味なんです。だから全部の代理権があるって考えて差し支えないです。ということはこの824条の代表も同じ意味で、子どものやる契約は全部親ができる、だから全て代理できるっていう意味で代表って言葉が使われてるんです。だから代表って言葉があるってことは代理権があるということができます。あの今口頭で言ってるのはこれあの簡単に言い換えるとこういう話ですってことで、代表の定義はそのうちね商法とかでしっかりやります。今知っていただきたいのは代表って書いてあったら、あ、全て代理できるんだな、そういったニュアンスなんだなってことを押さえていただければ結構です。いいでしょうか。じゃあ括弧3いきましょう。成年非後見人です。あ、意味、成年被告人には精神上の障害により自理を弁識する能力を各状況にあるもので後見開始の審判を受けたもの、各状況にあってかつ家庭裁判所がこの人を成年後見人にしますという審判がないとなりません。で、8条を見てください。後見開始の審判を受けたものは成年被告人とし、これに成年後見人を付する。まあ、審判というのは決定みたいなもんですね。この人を成年後見人にしますっていう決定みたいなもんです。で、米印、審判の申し立てがなされ、審判の要件を備えるときは、これは自理弁識する能力を各状況にあってその他の手続き的要件を備えるときは家庭裁判所は必ず審判しなければならない。だから必ず成年後見人にしなければならないってことになります。で、これ実際にはですね、私も何度かやったことありますけど、ある人を成年後見人に したいっていう審判を求める場合は、例えばですね、普段からのかかりつけ医の、鑑定書を出したりとかですね、場合によっては精神鑑定、精神科医の精神鑑定をしたりして判断するわけです。ただこれ精神上の障害は、認知症の場合はなかなかね回復するっていうのは難しいのかもしれないけど、回復することありますね。だから要件が消滅したときは請求により家裁が審判を取り消します。取り消しもあります。10条第7条に規定する原因が消滅したときは家庭裁判所は本人、配偶者、
四親等内の親族後見人、括弧未成年後見人及び成年後見人を言う以下同じ。後見監督人、括弧未成年後見監督人及び成年後見監督人を言う以下同じ、または検察官の請求により後見開始の審判を取り消さなければならない。取り消されると行為能力が復活するということになります。で、宣告はこれ大事です。将来に向かって消滅する、これ訴求効じゃないってことです。将来効と言います。将来に向かって消滅する。訴求効と将来効の違いもですね、ぜひ押さえておいてください。これどういうことかというと、こういう話です。これね、これ審判開始で、ここで審判取り消したとしましょう。この取り消しは遡って効力を生じないということは、この間が成年後見人だったことには変わりはないんですよ。だから、ここの間の契約は取り消しかってことです。だから審判取り消しになっても、昔成年後見人だった過去は消えない。ただ、こっから行為能力が回復ってことです。訴求効と将来効の違いはぜひ理解をしておいてください。非常に重要な法律の概念です。これは将来効です。よろしいでしょうか。じゃあどんどんいきましょう。じゃあ次ですね。黒ポチ。成年非後見人の行為は一定の行為を除き取り消すことができます。成年非後見人はね、イメージとしては行為能力が全くない状況だと思ってください。ただ基本的に全部取り消せるんです。ただ一定の行為は取り消せない。で、取り消すことができない行為。まず黒ポチです。日用品の購入、その他日常生活に関する行為。9条を見てください。で、成年非後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし日用品の購入、その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。成年後見人ってね、もうかなり精神障害が進んでるので、はっきり言って契約してるとかそういった感覚はありません。ただそれでもコンビニでね、おにぎり買った契約とかを、これも立派な売買契約ですけど、取り消す意味ないじゃないですか。だからこういった行為は取り消せない。で、9条1項が余計ですね。9条正し書きで1項消してください。あともう1項、婚姻とか離婚などの身分法上の行為も取り消せません。例えば成年非後見人が結婚してきたのに保護者が取り消す、これは良くないですよね。だって結婚とか離婚って本人が決める、本人だけで決める問題なので、これは本人の意思を尊重すべきだから取り消せません。いいでしょうか。ただね、失礼しました。成年非後見人が婚姻できる場合も意思能力は必要ですから、実際に婚姻するのは一時的に能力回復している状態じゃないとできません。意思能力がないと婚姻自体が無効になります。なので滅多にないんですけど、一応こういうことになってます。で、あとね、
これよく担当で出るんだけど、保護者の同意は無効。これ何言ってるかというと、成年被告人が保護者が同意してくれたら車買えるかって問題。これはね、保護者の同意があっても車買えません。取り消します。なんでかというと、成年被告人ってね、精神障害のレベルがめちゃくちゃ重いんで、同意の意味すら理解できない状態なんです。だから保護者が同意しようが同意しまいが関係ないんですよ。その意味で同意しても意味ないよっていう意味、同意は無効、そういうことになります。いいでしょうか。で、う、保護者成年後見人の権限です。まず代理権があります。成年被後見人の代わりにいろんな法律行為をします。859条、859条1項、後見人は被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する。また代表ですよね、成年被後見人は一人じゃ何もできないから、成年後見人が全面的に代理をするということで代表になっています。あと取り消し権当然あります。9条ご覧ください。条文行ったり来たりしますけど、9条です。で、成年被告人の法律行為は取り消すことができる。これは取り消すことができれば保護者も取り消します。で、本人ももちろん取り消せます。で、あと追認権122条、これは今まで引いた追認権と同じですね。取り消すことができる行為は120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができない。追認権もあります。で、先ほど申し上げた通り米印同意権はない。保護者の同意の意味を本人は理解できないので同意権はありません。で、保護者成年後見人は裁判所が選任します。普通は親族とかがなることもあるんですけど、親族がなっちゃって財産を使い込んだとかそういう場合もあるので、結構裁判所はですね、誰を選ぶかをシビアに選びます。で、先ほどと同じく複数可能です。843条3項ご覧ください。条文ね、飛んじゃうんだけど、やっぱり条文民法大事ですので、どんどん引いていきます。843条3項です。成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は必要があると認めるときは、全項に規定するもの、もしくは成年後見人の請求により、または職権でさらに成年後見人を選任することができる。さらにってあるということは複数選任かで、法人も可能です。4項、成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他の一切の事情を考慮しなければならない。法人も可能ということになります。で、あとですね、これ夫婦の一方が当然に成年後見人になるわけではない。これも法改正なんです。結構これは昔ですけどね、大昔、実はですね、夫が成年被後見人になる場合はその配偶者である妻が後見人になるよっていう規定があったんです。でもこれ廃止されました。で、眠くなってきた頃だと思うんで、なんで廃止されたと思います？ちょっと想像してみてください。なんで配偶者の一方が成年被後見人になったらもう一方が後見人になるっていうシステムが廃止されたのか。成年被後見人の典型例は認知症ですよね。片方が高齢だったら、年の差婚ってのもありますけど、もう片方も大抵高齢なんで不合理だったんですよ。これ非合理的だったんです。だってお年寄りのね、成年後見人をお年寄りにしてもこっちも認知症になっちゃう恐れありますね。なのでこの制度は廃止されました。でも廃止されたんだけど、選択肢の引っ掛けにこれがよく出るんで、ちょっと意識しておいてください。いいでしょうか。じゃあ次、非補佐人いきましょう。意味、
非補佐人は精神上の障害により事例を弁識する能力が著しく不十分なもので補佐開始の審判を受けたものでした。で、非補佐人、これ中程度なんですけど、精神障害の度合いはのなした行為は以下の重要な行為に限って補佐人の同意がない場合取り消すことができる。これね、要するに非補佐人って基本的に一人で契約できるんですけど、重要なことはできない、一人でってしたんですね。で、これが13条のリストに並んでいます。10ページのものと全く一緒なんですけど、13条見てください。13条1項です。非補佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならない。ただし9条ただし書きに規定する行為についてはこの限りでない。1号、元本を領収しまた利用すること。2号、借財また保証すること。3号、不動産その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為をすること。なんか重要そうなの並んでますよね。だから車買ったりはできるんだけど、お金借りたりは一人ではできない。不動産の売買とか重要な行為もできない、そんなイメージです。で、ちょっとレジュメの方で見てみましょう。で、ちょっとだけレジュメはね、条文通りのことも並べてあるんだけど注釈つけてます。で、元本を領収しまたは利用すること、これは一人ではできません。これどういうことかっていうと、例えば100万円誰かに貸していて、その元本を回収する行為は一人でできないです。これなんでって思いますよね。こういうことを考えてください。青年被告人はもともとお金を貸して利息で生活していた人だったんですよ。すごいいろんな人にお金貸してね。でも元本を取っちゃうと利息も生まれなくなりますね。だからこれは一人でできなくしたんですよ。そういうことです。ただ利息を受け取るだけ、あるいは賃料を受け取るだけについては同意は不要。元本を回収するのは一人でできないだけです。で、丸に借財また保証すること、お金借りたり保証人になることも一人ではできません。で、米印、自己更新の債務承認には同意不要。これはね、第6回目の講義終わってから戻っていきましょう。今は飛ばしていいです。で、あと重要そうな行為が入ってるんだなって意識していただければいいです。丸さん、不動産の売買その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為、不動産売買はできません。4、訴訟行為とかいろいろあります。でね、これ全部ね、今覚える必要は実はありません。これ担当直前にちょっとねポイントだけ押さえればいいので、今は重要な行為が一人ではできないんだなぐらいに思っておいてください。ただ訴訟が入っていることと、あとね、丸9、これ今から覚えなくていいんですよ。担当直前には丸9を覚えてください。土地について5年、建物について3年を超える賃貸借契約をすること。で、これはね、実はですね、ちょっとリンクしていまして、602条を見てください。短期賃貸借っていう概念が602条にあります。処分の権限を有しないもと、まさに青年被告、失礼しました、被補佐人がこれに当たるんですけど、が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借はそれぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は当該各号に定める期間とする。1号、樹木の採植または伐採を目的とする山林の賃貸借は10年。でもこれあんまりないので、実際あるのは2号、前後に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借5年、3号建物の賃貸借3年、4号動産の賃貸借6ヶ月。動産も貸すことができますよね。まあ今あんまりね、ネットが発達したからないけど、 DVD 借りたりとか動産の賃貸借です。で、これ短期賃貸借って言って、この期間を超えると一人じゃできなくなります。まあそんなもんもあるんだなと思っておいてください。あとですね、このリストの他に同意が必要だよってのを丸10、
その他家庭裁判所の定める行為ということで、家庭裁判所が特別に決めることができます。13条2項もご覧ください。家庭裁判所は11条本文に規定するものまたは補佐人もしくは補佐監督人の請求により、被補佐人が全項覚悟に掲げる行為以外の行為をする場合であっても、その補佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし9条ただし書きに規定する行為についてはこの限りでない。さっきのリスト以外にもこれは同意が必要だよという行為を家庭裁判所がプラスすることができます。いいでしょうか。で次、取り消すことができない行為。上のリストに該当しても日用品の購入、その他日常生活に関する行為は取り消せません。これ13条1項の正し書き。ただし第9条正し書きに規定する行為についてはこの限りでないということになります。じゃあここでね、ちょっと皆さんに1個考えてほしい問題がある。被補佐人が町に出かけて友達にバス代の220円を借りました。この借金は取り消すことができるでしょうか。できる、できない。これできないんですね。で、できないって結論はいいとして、何条でできないですか。友達にバス代を220円を借りた行為はなぜ取り消せないか。一見13条1項3号の借財または保証をすることに当たりそうですというか当たるんです。220円でも借金は借金。ところがですね、これは日常生活に関する行為だから取り消せないということになります。そういうふうに使います。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。保護者の権限です。保護者は同意権、取り消し権、追認権があります。ただ同意権はあくまでさっき見た重要な行為だけ同意できるということです。で、取り消し権、追認権もあります。条文はもう見ません。でね、米印、一定のものに請求により代理権を付与できるということは、補佐人は代理権ない場合もあるし、ある場合もある。家庭裁判所が与えると代理権が出てくるということです。ただし本人の申し立てまたは同意が必要です。本人が同意した、あるいは本人が申し立てた場合だけ補佐人に代理権をつけられます。876-4ご覧ください。876-4、876条の4一項。家庭裁判所は第11条本文に規定するもの、または補佐人もしくは補佐監督人の請求によって、被補佐人のために特定の法律行為について補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。つまり補佐人に例えばね、不動産売買の代理権を与えてください。そういうことができます。ただ2項、本人以外の者の請求によって全項の審判をするには本人の同意がなければならない。だから本人が同意しているか、本人が代理権をつけてくれって言っている状況じゃないとできないということになります。3項、家庭裁判所は第1項に規定する者の請求によって同項の審判の全部または一部を取り消すことができる。そういうことになります。で、あと結構重要な制度として米印、補佐人が被補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意しない場合、家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができます。13条3項をご覧ください。補佐人の同意を得なければならない行為について、補佐人が被補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は被補佐人の請求により補佐人の同意に代わる許可を与えることができる。これってどういう場面で出てくるんでしょうね。典型例やりますね。私が被補佐人だったとしましょう。こういうことです。いや、補佐人さん、ちょっと僕一人で生活していくの自信がないんで、自分の持ち家売って老人ホームに入りたいんですよ、そのお金でね、って言ったら補佐人がダメって言った場合、この場合ちゃんと自分の家を売っても被補佐人にデメリットがない場合、家庭裁判所が代わりに許可をしてくれる。それで売ることができる。
そういうことになってます。13条3項、これも担当で聞かれることあるんで覚えておいてください。じゃあ最後、非補助人、一番軽いです。意味、非補助人、精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分なもので補助開始の審判を受けたものです。ただね、補助人は軽いので本人以外の請求による補助開始の審判をする場合には本人の同意が必要です。つまり本人がいいって場合じゃないと非補助人にはなりません。15条をご覧ください。15条1項もう見たんで2項を見ましょう。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない、そういうことになってます。でね、じゃあ非補助人になったら何ができなくなるかっていうと、それすらも家庭裁判所が決めるんですね。見てください、非補助人、何が補助人の同意を要するのか。同意を要する行為の審判または代理権付与審判とともにします。でイメージ湧かないと思うんで次の黒ポチ見てください。取り消すことができる行為は非補佐人のリスト1から9の中で家庭裁判所が認めるものだけ。イメージこんな感じです。ちょっと竹山さん認知症進んできたんで非補助人にしたいって場合は、この人が一人でできなくする行為を決めて申し立てするんですよ。例えば不動産売買だけは一人でできなくしようとか、そういうふうにピンポイントで狙い撃ちをして非補助人にする、そんなイメージです。なので同意を要する行為の審判って、不動産売買だけは一人でできなくしましょうって審判を同時にする必要がある。これが17条1項になります。家庭裁判所は15条1項本文に規定するものまたは補助人もしくは補助監督人の請求により非補助人が特定の法律行為をするには、その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただしその審判によるその同意を得なければならないものとすることができる行為は13条1項に規定する行為の一部に限るってことになります。あと代理権もつけることができます。876-9をご覧ください。876条の9、家庭裁判所は15条1項を本文に規定するものまたは補助人もしくは補助監督人の請求によって非補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる、そういうことになります。例えば不動産売買だけ代理権をつける、そういった審判を同時にします。じゃあかっこいい保護者の権限いきましょう。これ同意権、取り消し権、追認権、代理権とともに家庭裁判所が認めたもののみ認められます。でね、なんでここカッコついてる、同意権、取り消し権、追認権、これねいつでもワンセットってことです。例えば不動産売買についての同意権を与えると必ずその保護者には不動産売買の取り消し権と追認権がついてきます。だって同意できるってことは同意しない場合は取り消せるってことだし、追認は事後同意なんでこれは一緒なんですよ。裏返し一体の関係なんです。同意取り消し権、追認権は一体の関係だっていうのは、補助人の場合ね、一体の関係だっていうのは知っておいてください。いいでしょうか。じゃあ括弧6、審判相互の関係です。より重い方の審判をする場合は軽い方の審判を取り消します。19条。公権開始の審判をする場合において本人が非補佐人または非補助人であるときは家庭裁判所はその本人に関わる補佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。重い方の審判をするときは軽い方を取り消す。そして2項、前項の規定は補佐開始の審判をする場合において本人が成年非後見人もしくは非補助人であるとき、また補助開始の審判をする場合において本人が成年非後見人もしくは非補佐人であるときについて順用する。ただし軽くなって補佐人にしますって場合は成年非後見人を取り消したりもあります。だから新しいものになるってことですね。
いいでしょうか。じゃあ保護者の権限のまとめです。親権者未成年後見には同意権、取り消し権、追認権、代理権、全部あります。成年後見には同意権だけありません。同意の意味が成年非後見には分からないから。で、補佐人は同意権、取り消し権、追認権、これ必ずワンセットであって、代理権は三角、これ家庭裁判所が認めた場合のみです。で、補助人は全部三角、家庭裁判所が認めた場合のみということになります。成年後見人に同意権がないってことは意識しておいてください。じゃあ次、カッコ7、制限行為能力者の相手方の保護です。で、これどういう話かっていうと、未成年者の契約っていうのは未成年者あるいは保護者が取り消すことができるんですね。逆に言うと、契約の相手方の例えば車屋さんは取り消されるかもしれないし、追認されるかもしれないって不安定な状況に置かれているわけです。で、お店としてはどっちでもいいからはっきりしてくださいって時ありますね。その時に使われる制度がこの催告権ってやつです。制限行為能力者の相手方は1ヶ月以上の期間を定めて、期間内に追認するかどうかを格闘するように求めることができる。つまり取り消すのか追認するのかはっきりしてくださいよっていうことができる。それを催告権と言います。でね、催告権って法律で書いてることの意味、あの口で言うことはみんな自由ですから、それは言えるに決まってる。催告権ってあることは、言ったら何かしらの法的効果が発生するってことです。それが20条1項に定められている。制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者かっこ行為能力の制限を受けないものを言う、以下同じとなった後、そのものに対し1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを格闘すべき旨の催告をすることができる。この場合において、そのものがその期間内に格闘を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。あ、相手方が催告をすると、そして無視されると追認になるんだ。でもそれはわかるんだけど、なんか行為能力者となった後っていうのによくわかんないものがついてますね。なんか複雑そうだな。で、2項見てください。制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、補佐人また補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらのものが同項の期間内に格闘を発しない時も、同項公団と同様とする。で、ここで頭がパンクしそうになるわけです。で、そもそもよく考えると、はっきりしてくださいっていうのは保護者に言うパターンと本人に言うパターンがあるな。しかもその本人も未成年者が成年者になったみたいに制限行為能力者でなくなったパターンもあるし、制限行為能力者のままのパターンもある。さらにもっと言うと、非補助人と成年非後見人って扱い違いますよね。それは全然能力違うから。ということで、これ細かく場合分けされてるんですよ。で、この条文をもうちょっとすっきりしたルールで書き直すとこうです。このレジュメは条文のルールをまとめたものです。で、まずね、あの相手方から返事があるかないかで場合分けをしましょう。格闘がない場合でね、この概念で場合分けをするとすっきりします。追認できる人か追認できない人かに分けるとすごくすっきりします。で、追認できる人に催告をした場合で、追認できる人ってのはまず保護者ですね。あと能力者となった後の本人、これは成年非後見人だったのが精神障害が治って行為能力者となった場合もあり得ますし、未成年者が単純に大人になった場合もあり得ます。その場合に本人に催告した場合は、これね、追認できる人にはっきりしてよって言って無視された場合は、これ追認したものとみなされます。なぜかというと、ちゃんと物事が分かっている人に催告をして、その人が無視したってことは、契約成立させる方向でいいじゃないかと発想ですね。契約ってのはできる限り成立させた方がいいから。だから追認したものとみなされます。これが20条1項。で、括弧に B。追認できないもの。これ非補佐人、非補助人。で、まだ能力者となってない非補佐人、非補助人に、保護者の追認を得るよう12ページ催告をした場合で、これで無視された場合は、
これ取り消したものとみなされます。これなんでか、非補佐人非補助人って催告されても意味わかんないことありますね。意味わかんなくて無視したのに契約成立させたらかわいそうだから、これは逆に取り消したものとみなそう、そういうことになります。これが20条4項になります。制限行為能力者の相手方は被補佐人または17条1項の審判を受けた被補助人に対しては第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合においてその被補佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす、そういうことになります。じゃあ未成年者成年被行権にはどうかっていうと、これ未成年者成年被行権人に対する催告はそもそも無効です。だって未成年者っていろいろ言いますよね。0歳から18歳まで全部入るから、あ、17歳まで全部入るから0歳児基準に考えると意味が分かんない場合がある、成年被行権にも意味が分かんない場合があるから、この人たちに催告しても何の効果も発しません。そしてこの条文がちょっと飛んで98-2なんですね。意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに意思能力を有しなかったとき、または未成年者もしくは成年被行権人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。でただし次に掲げるものがその意思表示を知った後はこの限りでない。1号相手方の法定代理人、2号意思能力を回復しまたは行為能力者となった相手方。要するに未成年者に催告しても何ら効果は生じません。ただし保護者が知った場合とか1号ね、未成年者が成年になった後だったら効果はあります。ということで複雑なルールになっております。ちなみにこれ格闘がない場合ってあったけど、格闘があった場合は取り消しますって言われた場合は取り消しになる、そういうことになります。で追認しますって言われた場合は、追認できるものが追認しますって言ったら追認になるし、できない人が追認しますって言っても意味がないってことになります。でここはね、割と最初につまずくポイントでもあるんですけど、はっきり言いますよ、今分かんなくてこれ思い悩むぐらいだったらすっ飛ばしてください。だってこれは担当前に覚えればなんとかなります。だ担当1日前に覚えてもなんとかなるんで、分かんなかったらここはもうすっ飛ばしていいところ、最初の段階ではそういうことになります。いいでしょうか。では12ページです。異詐術を用いた場合、21条の条文ここに載せました。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた時はその行為を取り消すことができない。これはね、未成年者が契約をした場合は取り消せるんですけど、未成年者がね、例えば偽造の免許証を持ってて私は成人なんですって言って契約をした場合、相手を騙した場合は取り消せなくなる、そういった規定になります。そしてね、米印これ覚えておいてください。単なる黙秘は含まない。黙ってるだけだと騙したことにはなりませんが、黙秘と他の言動が相まって相手方の誤信を強めた場合は詐術にあたる。未成年者であることを黙ってるだけじゃなくて、いろんな言動をしていた。例えば私はですね、高校出た後専門学校出てとか言うと普通は大人と信じますよね。そういった言動とか相まって、誤信を強めた場合は詐術にあたる、そういうことになってます。でこれは相手方の信頼保護と未成年者保護の調和の観点、理由になってないような理由ですけど、バランスとって判例はこう考えた、これ覚えておけばいいです。でセブンサミットのこの元ネタとなる判例が載ってますけど、大した載ってないので、別にこれは見なくていいです。であと時効、時効って概念は6回目でやりますけど、これね、未成年者も保護者もいつまでも取り消せるわけではないんですよ。取り消し権のそのうち消えます。それが追認できる時から5年で消えますし、あと行為契約の時から20年経てば時効にかかります。5年20年ですね。126条をご覧ください。
取消権は追認をすることができるときから5年間行使しないときは時効によって消滅する。行為のときから20年を経過したときも同様とする。でこれはね、後で詳しくやるので今はさらっといきましょう。ということで行為能力終わりました。でこれ復習のときはですね、特にやっぱり論文で出た7ページの論点はしっかり復習して、かつこの論証一番ね大変なんだけど、なんとか書けるようにしてください。こういうとこ一個一個書けるようにしておくと論文ねスムーズに入れます。でやっぱ論証書けるようにするのが一番司法試験の勉強、総合職もそうですけど大変なんで、ちょっとそれはね頑張ってください。一言一個同じである必要は全くないです。あの似たようなことを書ければいい。もっと言うと理由をつけて結論を書ければいいんですよ、この論証ってのはね。ぜひそれはあの復習の時やってください。でその他のところは条文を引きながら、もう徹底的に条文を引きながら、講義でやったことを思い出しながらレジュメを確認していただければ十分です。では13ページ新しいテーマ入りましょう。第2節失踪です。これも論文論点あるんですけど基本的に担当です。で失踪の意味、これ失踪は一定期間生死不明の者の死亡を犠牲して法律関係を確定させる制度を言います。30条ご覧ください。不在者の生死が7年間明らかでないときは家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。例えばですね、自分の子供がもう7どっか行って7年間生死不明だった、これ失踪って制度を利用すれば死んだことにできる、言い方悪いですけどね、という制度になります。で実は似たような制度で戸籍法に認定死亡っていうのもあるんですけど、それはかなり細かいのでここでは試験に出る失踪だけを解説します。で死亡したことになるとどうなるかというと相続が始まります。で、例見てください。X は Y と婚姻していたが Y が行方不明になってから7年間経過した。でこの場合ね、あの失踪宣告っていうのを申し立てて認められると Y が亡くなったことになりますので、 X は Y の失踪宣告を申し立てて死別とできるということになります。まあ、死んだことになるので、死亡して別れたということになります。で一方別にね、あの離婚したければ7年経過する必要はなくて、なお770条1項3号こちらご覧ください。770条1項夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。3号配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、あの3年以上生死不明の場合は離婚もできるんですけど、ただ離婚と死別ってやっぱ違うので、死別としたい場合は失踪宣告をしなければならない、7年間生死不明でということになります。でね、この失踪宣告私もまあ弁護士としてやったことありますけど、やっぱりあの相続の処理をしたいんだけど生死不明の人がいる場合っていう時によく使います。でよくあるパターンはですね、あの結婚してあの何十年か前に外国に行っちゃって本当に音信不通とか、そういう場合が結構ねありますね。そういう場合に使ったことあります。ただねこれね、遠くで生存していた場合ってありますよね。例えば東京で住んでた人が行方不明で失踪宣告になったんだけど実は沖縄で生きてました。この場合これ大事なんだけど、権利能力まで奪うものではないので、結論覚えておいてください。本人が遠くで契約をした場合契約は有効です。だから生きていた場合、遠くで契約をしても契約は有効。もうちょっと言うとね、あのその人の生前の住所地の周りでとりあえず死んだことにする制度が失踪宣告なんです。だから遠くで生きていた場合はその人がした契約は有効だし、後でやりますけど失踪宣告はもちろん取り消しもできます、生きていることが分かったら。そういうことになります。じゃあ次、失踪の要件と効果です。30条失踪の宣告、ここに条文を挙げました。1個は不在者の生死が7年間明らかでないときは家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。で2個、戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にあったもの、その他死亡の原因となるべき避難に遭遇したものの生死がそれぞれ戦争が止んだ後
船舶が沈没した後、またその他の危難が去った後1年間明らかでないときも全校と同様とする。戦争の場合はですね、まあ、死んだ可能性高いものですから1年間で失踪が認められます。で、利害関係人ってあるけど、これ覚えておいてください。検察官は請求できない。これなぜかというと、人の生き死にの問題なんで、やっぱりこれ親族で決めるべき問題、検察官は口を出すべきじゃないから、検察官はさすがに請求できません。一方で公権開始審判とかは検察官できたけど、これはだって契約自由にできなくしてその人を保護する必要もあったから、こっちは検察官できた。そこが違うので意識しておいてください。じゃ31条失踪の宣告の効力ですね。前条1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、同項の期間が満了したときに、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、その期難が去ったときに死亡した者とみなす。これも担当でよく出ます。でね、条文よりこの下の表が分かりやすいので見ていきましょう。7年失踪が普通失踪で、1年失踪が特別失踪です。で、普通失踪の場合、起算点は生存が確認された最後の時から失踪期間7年経てば、いつ死んだことになるか、死亡の認定時期、失踪期間の満了時、7年後に死んだことになるということです。で、大事なのが特別失踪。特別失踪は危難が去った時、要するに戦争が病んだ時から失踪期間1年経ったら、いいですか、1年後ではなくて危難が去った時に死亡したものとなる。いいですか、1年経った後じゃないですよ、危難が去った時。なんでかというと、戦争行きました、戦争終わりました、1年間生死不明です。1年後に死亡したって考えるよりは、戦争が終わった時には少なくとも死亡したって考えた方が合理的だから、これは危難が去った時に死んだものとされます。死亡のタイミングって重要で、相続に関係してきますので、いつ亡くなったことになるかはちょっと意識しておいてください。いいでしょうか。では14ページです。失踪宣告の取り消しです。もちろん死んだことにする制度ですから、生きている可能性は十分あります。生きていることを判明したら取り消しになります。概要、丸1、失踪者が生存すること、これもちろん取り消しですし、また失踪宣告により死亡したとみなされた時期と異なった時に死亡したこと、死亡の時期が2010年か2020年かによって相続が変わるんですよ。誰が財産もらえるかが変わることがあるので、死亡の時期が違う時も失踪宣告取り消しができます。で、プラス利害関係人ないし本人の請求、これ誰も請求しなかったら取り消せません。請求があれば失踪宣告は取り消されます。32条1項をご覧ください。32条1項です。失踪者が生存すること、または前条に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取り消しは失踪の宣告後、その取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさないということになります。で、取り消されると初めから失踪宣告がなかったことになります。訴求効ってことですね。訴求取り消しです。32条2項ご覧ください。訴求効を表した条文です。失踪の宣告によって財産を得た者は、その取り消しによって権利を失う。権利を失うってことは、やっぱり遡って効力が発するってことです。ただし現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を、ただ正し書きでなんかね、訴求効から保護するような条文があります。これそのうちね、だんだん分かってきますけど、訴求効がある条文っていっぱいあるんですけど、かわいそうだから第三者保護しようって条文もあることがあります。これはその一つです。で、米印、火災による取り消しが必要。
生存が確認されても当然には思想選考が無効にならない。これはまず意識しておいてください。でこれね、失踪宣告取り消されると、例えばね、死んだと思っていて遺産もらった人は遺産返さなきゃいけないということです。簡単に言うとそういう効果が生じます。ただいつもそれだとかわいそうな場合があるので、い取り消しの効果の制限です。失踪宣告の取り消しは取り消し前の善意の第三者の行為に影響しない。これが32条1項後段でした。でこれ契約の場合は両当事者が善意であることが必要。これもね、抽象的ですよね。大丈夫です。次の論証で具体例見ましょう。これで押さえてください。これね、で失踪者 A の土地を相続した悪意の B が善意の C に土地を売ったが、その後失踪宣告が取り消された。善意の C は32条1項により保護されるか。図を書いて考えていきましょう。A が失踪したので、A の財産を B がまず相続しました。で、これ土地を相続したってことです。ただし B さんは悪意。悪意ってのは知ってることなんで、A さんが生きていることを知っていたということです。ということはこの段階で失踪が取り消されると、当然悪意の B は A に土地を返す義務があるということになります。ただこれだけだったらいいんですけど、 B さんこの土地売っちゃったんですね。 C で C も悪意だったら土地を A に返して終わりでいいんですけど、 C が善意だった。この場合土地は C のものになるのか、 A に返さなきゃいけないのか。あの善意善意とか悪意悪意だったら楽なんだけど、悪意善意の場合はどうするんだっていう話です。よろしいでしょうか。じゃあちょっとね、論証の続き見ていきましょう。32条1項後段は善意とのみ規定するが、処分行為が契約である場合、契約の両当事者とも善意であることを要するのか。あの両方善意じゃないと32条1項が適用されないとするならば、この場合 C さんもアウトですよね。相手方が悪意だから C さんも32条1項で保護されないってことになって、土地を A に返すという結論になります。で判例はこれ、結論簡単です。この点契約の両当事者とも善意であることが必要である。これが判例の結論なんで、判例同士と書いてます。同士っていう意味は結論が同じだよってことです。同じような意味だよってことです。で理由はこんな感じ。32条1項後段が適用されると、真の権利者の権利が奪われることになるので、かかる強力な効果との均衡上、両当事者の善意を要求するのが妥当であるからである。なんか何言ってんでしょうね。でね、これねすごく噛み砕いて言うと大した話じゃないんですよ。正直言うと民法も他の科目もそうなんだけど、法律の理由付けって大した話じゃないんです。だってこれって失踪宣告ってそもそもめちゃくちゃじゃないですか。で今回みたいに失踪宣告取り消しになるということは、本当は生きてたのに殺されちゃったんですよ。でそれで財産を奪ってめちゃくちゃなので、
この人から財産を奪うことを正当化するためにはこっちも2人とも善意じゃなきゃいけないでしょう。それぐらいの話です。なので真の権利者を犠牲にするためにはこっちもそれなりに、要件が必要だから2人とも善意じゃなきゃダメだよって言ってるだけです。で結論、したがって B が悪意である以上 B から C の土地所有権移転は無効となる結果。ここわかります？すっごい噛み砕いていますよ。これ B さんが悪意で失踪宣告取り消されたらこの相続は無効になって、この土地はもともと A のもの、 B が A の土地を勝手に C に売っただけに過ぎないっていうことになります。なので無権利者から買っても売買は無効だから B から C の土地所有権移転は無効となる結果、 C は土地を A に返還しなければならない。ただし C は B に対し債務不履行責任を追及することができる。でちょっと債務不履行責任を簡単に説明しておきますね。あの債務不履行ってのはすっごいざっくり言うと契約違反です。契約違反をしたから例えばお金を払え、そんなことが言えます。415条を見てください。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、債務者ってのは義務を負ったものです。要するに義務の中身に従った履行、義務を果たすことですねをしないとき、また債務の履行が不能、義務を果たすことが不可能であるときは、債権者、権利を持っている人はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただしその債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。で、すごくざっくり言っちゃうと、皆さん C さんの立場になって考えましょう。 B さんは他人の土地売ったんですよ。これって明らかに契約違反じゃないですか。普通土地売るときって自分の土地だよって言って売りますので、その変な土地を売った B さんに対して C や B に損害賠償請求できる、そういうことです。415条いいでしょうか。でこの論証の下の米印、BC 間売買は他人物売買になる。あの他人のものを売ったことを他人物売買と言います。本当は A の土地を B が C に売ったから他人物売買扱いになります。で他人物売買というのはね、かなり後で出てきます。でね、この失踪宣告はとりあえずここまでにしてください。で後の記述はですね、結構マニアックで正直今やると消化不良になるので、これ2週目以降ってのは民法ね、1回講義全部終わって皆さん1回復習してもう1回さらに復習するときに拾っていただきたい論点です、このあたりは。なので今はここ無視していただいて結構です。全部でここだけ条文あるこの黒ポチだけ見ましょう。失踪宣告によって財産を得たものの返還義務の範囲は現存利益に限られる。戻すのは今残っているものだけでいいよって規定です。でこれもそのうち出てくるので、あ、こんな条文があるんだなぐらいで結構です。ところで失踪宣告はこれで終わりです。で16ページ、で同時死亡の推定です。数人のものが死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定する。まずこの条文の意味を押さえてください。で条文の意味自体はそんなに難しくなくて、まあ、あまりね縁起でもない話、法律多いんですけど、 A さんと B さんの兄弟が飛行機に乗ってました。で、不幸なことにその飛行機が墜落してしまって A さんと B さんは亡くなってしまいました。ただどっちが先に死んだかで相続の額が変わったりすることあるんですよ。でも同じ飛行機の中に2人いるとどっちが先に死亡したかなんてなかなか分かんないですね。その場合は同時に死亡したものとしましょうっていう規定です。それが32条の2です。
で、あとね、ちょっと相続法の先取りなんだけど、 A と A の子 B が同時に死亡した場合、 AB 間で相続は起こらない。親子が同時にした場合はそこの間で相続起こりません。ただし同時死亡の場合でも代収相続は起こる。代収相続って後で具体例で説明しますけど、親が亡くなった場合、本来子供が財産相続しますよね。でも子供がいない場合、その子供の子供が代わりに相続するっていうのを代収、代わりの相続と言います。同時死亡の場合でも代収相続は起こります。887条見てください。887条1項、非相続人の子は相続人となる。2項、非相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、また891条の規定に該当し、もしくは排除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代収して相続人となる。ただし非相続人の直系貴族でないものはこの限りでない。まあ、親の遺産は子供が死亡した時は孫が受け継ぐ、とりあえずそれが代収相続だと思っていただいて結構です。そしてこの例見てください。まず同時死亡が絡まない代収相続の例を見ましょう。夫 A、 妻 B、 息子 C、 娘 D がいたが、 D はすでに死亡しており、 D の子 E がいた。その後夫 A が死亡した。簡単に家系図書きます。こういう話ね。でまず D が最初にもう死亡していて、で D の子 E がいた、こういう状態で、この状態で次に A さんが死亡したときに A さんの財産は誰が受け継ぐかという問題です。で、A さんの財産が問題になっているので、この場合は A さんを非相続人と言います。こういう状態ですね。この結論は明らかですね。本当は相続法でやりますけど、配偶者は必ず相続して、遺言がない場合は2分の1もらえます。なので B さんが2分の1もらって、残りの2分の1を子で分けるんですけど、C さんは4分の1もらう。そして E は D の代わりに4分の1もらう。これ代収相続です。だから D の子供が2人いれば4分の1をさらに2分割します。これが代収相続ね。収の字が若干難しいですけど、これが代収相続と言います。代収の収は上に竜を書いて下に衣ですね。ちょっと16ページだけ終わって、終わりますので、もう少々お付き合いください。これが代収相続の例です。相続法を混ぜると難しいんですけど、相続法はね、出てきたたびにやった方が結果的に効率的なんで、ちょいちょいこれからも入れてきます。じゃあ16ページ真ん中のケースです。次はこれね、同時死亡だけのケースです。夫 A、 妻 B、 息子 C、 娘 D の家族において AC が搭乗した航空機が墜落し AC は死亡した。で、この2つ目のケースも簡単に書きますとこうですね。で、 AC が同時死亡を推定されるとこうなります。で、 A の遺産はB と D だけが受け継いで、 AC には相続起こらないんですよ、同時死亡の場合。これ同時死亡だから、ここには相続が起こらなくて、
結局 B 二分の1、D 二分の1ということになります。ここには相続が起こらないというのがポイントです。じゃあ最後のケースですね。夫 A 妻 B 息子 C 娘 D 孫 E 息子 C の子 AC が搭乗した航空機が墜落し AC は死亡した。これもちょっと簡単に図を書くとこういうことですね。こういう図で A と C が同時死亡した場合、これ AC 間に相続は起こらないんですけど E がいた場合は起こるってことです。代収相続がある場合は。だからこの場合は B が2分の1で4分の14分の1ということで E は遺産をもらえる。同時死亡が絡んだ場合はその2人には相続は起こらないんだけど代収は起こる。これは押さえておいてください。よろしいでしょうか。はい、まあ今日1回目で盛りだくさんだったんですけど、特にですね論証のところを中心に復習をしておいてください。でレジュメ全体は条文読みながら復習をしておいてください。で民法ねはっきり言ってもう最初のうちは先取りのことがいっぱい出てくるんで大変です。ただね諦めないでください。諦めないとそのうち分かってきますので、ぜひ今後も頑張っていきましょう。あとチェックテストを受ける方は大体20分前ぐらいに来てください。それでは入門講座民法本論編第1回目これにて終了いたします。お疲れ様でした。